はい、えー、皆さん、こんばんは。えー、今日は一月二十六日木曜日。えー、二十一時四十七分ですね。まだちょっと時間早いですね。えー、一眼動画についてのトーク百十一回目で、やっていきたいと思います。えー、今夜も宮下さん、こんばんは。こんばんは。えー、今夜もどうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、とー、まあ、一眼動画のね、えー、このシリーズ百十一回やってますけども。うん、はい。えっとー、あまりね、今まで。 カメラとかレンズとか関連製品のあんまりこうなかったんんですよなかこう避けて通ってたっていうか昨夜の GH5 の談義もほとんどスペックについて触れることはなかったですよねそれを使ってどうするかとかこの機能1点だけ執着してるんだとかねそういうのが多かったけどまあこうやって。 結構あの通勤のときとか、行き帰りとか、まあそういうのでこうイヤホンで聞いてもらってる方がちらほらいらっしゃるんで、せっかくだから、テーマのない話題、今日何するとかって、そんな日は、なんかこう、一つ、二つ、なんかこう、カメラなり取り上げて、そのスペックをまあ読んでいくというね、そういうことやってみましょうか、朗読会的なね。 ということで、ちょっとやっていきたいと思います。カメラ何でもいいんで、別に演技する必要もないし、ただぶっつけでね、宮下さんに、このカメラっていうのをちょっと言ってください。私、今、スマホがそばにあるんで、何でも検索します。何でもいいですよね。じゃ昨日 GH5 やったから、次またちょっと面白いカメラを。じゃ はい、はい、えー、ちょっとあのあるんで少しべますけど、うん、それはなんとあの富士フ,フィルムの富士 <laughs> うん、えー、うん GFX50SG えもう一回 GFX50SGFSGFS50SGFX50S うん <50 S 2>、えー 中盤みだこれ中盤のやつじゃないですかこれそうなんですよ中盤ここれこれってだって <laughs> あれでしょう動画一眼動画関係なくないですか <laughs> え関係あんのこれいやあのー、ちょっとついてるよ <laughs> 一応取れるよ <laughs> これをあえて乗っけてきますか <laughs> <れ>も, <laughs> <laughs> もうしょっぱなからこれだもんな <laughs> <laughs> えこれでえなんでこれでいくんですかいや,いやまあ<ら>いいけど、うんうん、これ やっぱりその今までねなかった世界をもう一個またぶつけてくるこの富士の。わかるけどさ前さ宮スさん、うん、もうスチールやめたからとかって言ったよね。<laughs> <laughs> <laughs> 高々 <laughs> になんか宣言してたよね <laughs>。<laughs> <だ>もう俺スチールやめたんで <laughs> <laughs> これって結構ガチなやつじゃない <laughs> これガチなカメラですよね <laughs>。あガチガチだね確かに <laughs>。<laughs> あえて。<laughs> あえてあえてねそうあえてやっぱほらいいスチールはちょっと今やる時間がないけど <うん S 2> 憧れみたいな。うん 男のロマンですよはい何でもかんでもロマンですかはいはい分かりましたじゃあこれでいきますかじゃあこれでいきましょうかねはいちょっと練習兼ねてはいスペック読むのもね僕らちょっと練習しなきゃいけませんよそうですよねはいえまあいかにねこの通勤なりこの1時間とかのくくりの中で1つの製品を 耳だけで情報を収集してもらうかっていうねああいうところですねいいっすねはいえっとね今ね僕富士フジフィルムのホームページ見てますはいこの一番最初の見出しを見ますねあお願いします中盤フォーマット4 3 8 × 3 2 9ミリの5140万画素 CMOS センサーどでかい 中盤のフォーマットですね X プロセッサープロ、うん、これ何ですかこれ処理エンジンのことでしょうああ<ー><く>なるほど、うん、でビューファインダーが着脱式369万ドット有機 EL 高解像ってことですねこれきっとねですよね有機 EL 電子ビューファインダー、うん、236万ドット静電式タッチパネル背面液晶モニターね うん、あこれも多分でかいんでしょうねきっとね,そう,ですねうんで、えー、ボディはマグネシウム合金を使用した小型軽量光合成ボディき<た>頑丈ってことですねうん、うん、小型で、うん、小型軽量で頑丈、うん、中盤にしてはってことですかそうですよね、うんはい、で、えー、防塵防滴大、えー、低温構造、うん、ああこれあれですね写真家意識してますね 雪山とかオーロラとかいろんなところフジノン GF レンズっていうのがあるんですかそういうシリーズですねシリーズはいセンサーがまずどでかい 43.8×32.9 すごいフルサイズって 36×24 じゃないですかはいそれの面積の倍弱かな 倍弱みたいな感じですかねそうですほぼ倍みたいな感じのうん画素数が5140万画素僕の持ってる結構高い金で買った 5DS ああはいはいこれ5うん、0万画素なんですよええこれとほぼ画素数一緒うわうん 5140万画素すごいじゃあすごいねでマウントがフジフィルムの G マウントってやつですねああ G マウントっていうんだねねうんはあでこれ読んでいきますよあ宮下さん読みますか新たな俺はあのあれだから映画のタイトルだけとかさあいいよタイトルだけでも読んでじゃあタイトル感情込めてそうそうそうそこ担当しようかうん じゃあ何本体もういいうん何でもいいよじゃあ本体いこうかじゃあね「フジフイルム GFX50S」あれかなんかイメージどんなイメージなんかほら映画のさ外人がさ息をいっぱい込めてさ言ってる感じのタイトルのあれそうそうそういうイメージよほんまりイメージ分からなきゃまあいいやそういううん うんえー、が、えー、とよっちゃんのスペ, <laughs> スペック朗読っていうのはすごいなん,なんじゃそれって感じだけど <laughs>、うん、はいでそんでちょっとよっちゃんにスペックをちょっと紹介、ね、なしてもらいたいなと思いま、ね、あ結局僕読むんですかそう,ですそうそうペラ回るからよっちゃん。 いいやそんななことよだって理解してないことはもう全然感情込めて言えないからほんといやもう新たな写真の世界を切り開く GFX50S このまず GFX50S50S なのかな 50S なのかなこれは 50S じゃないのうん分かった 50SGFX だけでもいいのかな それとも GFX って他にもあるのかな、うん、まあいいや、うん、えっとフジフィルム GFX50S は世界最高レベルの写真画質に到達した<ー>、うん、写真画質だって<ー>5140万画素の圧倒的解像力と快調性能<ー>で進化した色再現と高性能レンズ<ー>頂点を極めた最上画質を目にすることで<ー>、えー、カメラに求めるもの写真を撮り続ける意味がおのずと見えてくる。 うんえー、それがフジフィルムの新中盤ミラーレスカメラシステム GFX ですとこれね写真が載ってるんですよ、うんえー、ボディと、えーとボディーからこう、うん、開口部マウントの開口部からのく、うん、巨大な、えー、CMOS センサー、うん、見るからに大きいそう,そうだね、うん、これ何が大きいかって思わせるかっていうと、うん、このマウントのあの銀色のフランジの,あのドーナツの部分ね ここの径がすごく細く薄く見えるのねここの多分幅って一緒だと思うんですよだけど開口径がでかいから直径がでかいからこの幅がすごくね狭く見えるのね薄く細く見えるのねそれがいかにこのカメラの開口部がそしてセンサーがでかいかっていうのを如実にこの画像が物語ってるうんなるほどうん すごいねでかいというフルサイズセンサーはおよそ2倍なのかな2枚並べたような感じなんかなうんだから換算焦点は例えば 80mm のレンズがあったらえっと二分の一4 0 m m とかにするのかなあそういうことだねフルサイズ換算とかでやるんだって普通さマイクロフォーサーズだったら倍にするじゃないですかあれちょっと待ってよ違うわ 8040じゃないわうんうんえっとね1点じゃじゃごめん0.66とかにするのかなうんあの面積半分だってさマイクロフォーサーズってさフルサイズに対して4枚並べてフルサイズになるんですよ大体ねああそうそれで換算焦点求めるとき2倍にするでしょってことは今面積2倍って言ったからうんうん1点 じゃ0.66とかちょっと分かんないけどそういうふうにするんじゃないですかうんそうだねきっとまあでも2倍まではないけどね3 5ミリのねうんまあでも APS-C に対してはもう2倍ぐらい2倍うん。二倍を横なんか2倍を超えてたりするぐらいのもう本当大きいセンサーですよだからうん アスペクト比も違うんでしょうね。まあ、要は、これセンサーの長辺が四十三点八じゃないですか。ああ、そうだね。で、フルサイズが三十六ミリだとしたら。うん。三十六割四十三点八。うん。これが零点いくつか知らないけど。うん。まあ、それを。ええ、乗算というか、掛け算してやれば。ああ。うん。換算焦点が出るみたいな感じですか。ややこしいですね。うん。換算なんぼかってこ出すのがね。うん。うん。まあ、それがラージフォーマット。 うん、世界最高峰の写真画質ですよ<う>もうガチなやつですねこれねガチですよこれで、えー、とボディはうん,うんえっ、ー、とねメカニカルは、うん、フォーカルプレーンシャッターはミラーレスカメラ専用に新規開発、うんえー、最高速4000分の1秒 1> <い>電子式は1万6000分の1秒 1>、うん、フラッシュ同調速度125分の1秒以下 うん、シャッター耐久15万ショット15万回も切らないけどねという高性能高耐久まあこれミラーレスですからねそもそもミラーレスでまああのこのサイズが実現したっていうことなんでしょうね。うん まあペンタのカメラとかさ、僕もあの6九フォーマットでずっとあのフィルムやってたけど、うん、6九っつったらもう本当にあの6、まあ完全な69じゃないけど、ものすごくでかい、もう見るからにでかいそのフィルムで撮ってたんですよ。それは何3 5ミ、mm、リフィルム違う、うん、なんかそういう大きいフィルムがフィルムなの、うん、もうどでかいやつ。ーうん、ロール状のね。 あ、うん、あロールのやつね。六七じゃなくて六九でやってました。ああうん死、うん、の後までは行ってないけど。ええ死の後はもっとさらにでかい。星取ってたのそれで。星取ってました。へえ<ー>、うん、そうだから僕はあれですよそういう、うん、まあおまあ中盤中盤の中でも結構大きめなはい、はい、フォーマットで撮影はしてました。うんうん あ、フィルムフィルムの時代ねああ俺もねちょっとだけ中盤やってたことあるんですよあそうなんですねうんそうだからその違いはありますよねうん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 。なるほどでえっと動画はねフルエチー。あ h d 1 9ま、0 1 0 8 0 p のはい。え、二十九点 29.930p ですねうん。フルエチ h ーのあ、60p は撮れない だから一昔前で言うとキヤノンの EOS70D みたいな感じですね。だね。だからあまり動画は特化してないということですね。そうですよねレンズが結局センサーがでかいんで 43.8×32.9 の大きなサイズのセンサーなんで専用の。 富士、うん、フ,フィルム G フォーマットっていう専用の、うんえー、まあセンサーの故障ですね。で、えー、マウント名がまあ大口径でね、えー、G マウントっていうものなのかな。うんうん、これは初なのかなそれと今までもあったんかな。まあだろうデジカメではなかったんじゃないの。うん、まあちょっとその辺は僕は、うん、僕ら分かんないから。G マウントっていうのがあっ。うん 5140万画素の CMOS センサーが持つ能力を最大限に引き出すことができる解像力と会調再現性を併せ持った、えー、超高画質フジノン GF レンズシリーズを、うん、あ新たに開発新たに開発ってここれからどんどん出てくるデジタル時代の今、うんうん、そうそうそう、うん、デジタル時代のねうん ボディ・マウント・レンズを専用設計で同時開発できる強みを生かした最高画質のためのカメラシステムが誕生。ボディ・マウント・レンズ。レンズも同時に全く新しいものがこのカメラに今回合わせて発売されたろですね。専用ね。うん なるほど、そんなようなことが書いてますね。どう思われますか。いや、すごいっすよ。うん。当然。うん。うん。こん、だ、本当綺麗な映像?。うん。ゆ、ゆとりがあり。うん。美しい映像?。うん。うん。を撮りたい。っていう人には、もう、これが一番いいでしょう。うん。なるほど。うん、縦横比があのペンタの、ええー。六四五とか、あの辺にすごくこう。 似てる普通のねフルサイズの縦横比だと3対2かなあれよりはだいぶ横長っていうのがだいぶぐっとこう短編と長編が似通った感じで結構まあこれがあれだよね写真のさプリントでもさこの比率っていうのが多いでしょ。 うんそう四つ切りとかさ六つ切りとかさそういうのをやるときにさうん A4 とか A3 とかっていうあの比率はちょっとまた違うけどあそうだねそうなるほどとにかくこのセンサーサイズが大きいっていうのがもう全てですかね。 うんなるほどで、えー、殺造素子がうんと最低、えー、標準感度は ISO100 でローも14ビットで取れる、うんうん、で、えー、ダイナミックレンジが14段で書いてあるようんそうだねうん、うん、そうそういう素子です、うんうん、素晴らしいですね、うん、そうで、えー、っと感度とかどうなってんだ そうだね感度はね、うん、ど,うどんななんだろうねこういうカメラの感度っていうのはねうんいやあの ISOISO、うん、どんなもんできるんですか ISO かね、うん、12800まで設定可能、うん、ああ12800そうそうそう,う,んうん、うん、それが最大えいや最大はね、うん、えっとえっ、ー、とねもっと違う違うよあのじその 自分で多分設定が可能なのは12,800で、えー、え拡張感度っていうのが、ね、<ー>最低だと50一番下でなるほどで、うん、一番マックスがねえー、っとこれ,これは10万とかなあ10万 2,400? うんも可能だってねなるほどねうん,うんやっぱまあ感度はいいんでしょうね これどこのセンサーですかねコダックいやシーモスセンサーかどこのセンサーかわかんないけどまあソニーなんじゃないのどうなんだろうねうんへええうん5000万画素ですか <laughs> 5000万画素ですか、ね、これ何レンズも同時発売されるんですよね でしょうやっぱりレンズの,、ね、あの性能っていうのはやっぱりいいんですか、うん、そしてそのレンズは高いんですかやっぱりでしょうね、まあ、でっかいやっぱセンサーだから、うん、常識的に言うと高いでしょうねやっぱりうーんうん G マウントレンズってこれ今、うん、えっとね GF63mmF2.8 <ー>、うん、っていうのがまずありますねはい これはズームレンズとかもあんねうんちょっと待って一個ずつ見ないとこれはまあその 63mmF2.8 って単焦点レンズじゃないですかそうねこれは換算何ミリってどこに書いてんだあ換算 50mm ああそうなんだん。え 63mm が 50mm になる程度なんだね さっき僕半分って言ったけどとんでもない 50÷63 はちょっと待ってね 50÷63 は0.79だからまあ0.8倍鉢掛けするような感じですよなるほどだから1 0 0ミリだったら8 0ミリになるしそういう換算なんだねうんそうかってことは面積的には 倍弱になってるんだね。なるほど。どうなんですかね。えっとねちょっとね今これ計算したいのはもう一遍ぺんちょっと今これ電卓出してるから iPhone で。えっと画素数のさピクセルサイズの何えっとなんぼあの何千8千かなんぼとか。えっとピクセルサイズあごめん先にねセンサーサイズ。 43点とかって言ったじゃああ、はい、はいはい。40何ミリですかあれはね <laughs> えっとセンサーのサイズ長 <laughs>、うん、辺。えっと40何ミリあったね。ちょっと待ってよ。えー、っとですね。まあそのサイズをピクセル数で割ると、うん、1>, 1ピクセルあたりのあちゃちゃ1画素あたりの、うんうん、まあ同じか1画素あたりの、うんえー、大きさが分かるんで。 えっとね、わかった。えっと、43.8。43.8ね。割る画素数は画素数が5145。いや、長編でしょ。長い方ですよ。あ、長い方。あそれは当然でしょ。だって、長編同士でやってんだから。ああはい。あ、何ミリっていう。いや、何千ピクセルか。5000ってことはないわ。5000万画素機で。うん。だから、例えば 8000×5000 だったら、 うん、ピクセルが8000ピクセル ×5000 ピクセルだったら8号4000万画素でしょあ<ー>、うん、それがスペック上で何,何ピクセルになってますかってピクセルって何それえピクセルってえ、うん、何ピクセルって何って何ピ,ピクセルって何セン,センサーのピクセル画素の数画素画素では有効画素数うん、うん、そ,そのことですよ、うん っいいの？うん。この五千で。あいやいやそれは縦掛け横をね例えば三百掛け二百ピクセル全部のちょばきででちょばで三百横三百ねピクセルがマスがありますで縦二百マスがありますで掛け算すると三百掛け二百で六万六万画素じゃないですかね画素が六万あるわけですよ。うん。うん。 だけど、今回五千万画素、例えば四千万画素だったら、ええー、うん、横八千マスがある。で、縦、ええ、五千マスがある。で、八五四十で四百万画素、ええ、うん、四千万画素なんですよ、うんうん。で、今僕知りたいのは、うん、センサーの長編。何千かけ、何千なのっていうのを教えてくれればいいです。何千かけ、何千、どこに書いてあるの。えどっか書いてあるでしょ あうんえっとねこれあのー、サイズによって違うよいや有効そもそもの有効画素数総画素数っていうのかなうん記録画素数っていうのがあるね一番大きな数字言ってとにかくあー本ほ、うんとえっと横が8千0 0 その数字を知りたい。うん。八千二8256えこれちょっと説明しましょうか、うん、僕これのなんか意味分かってないような感じだったんで分か知らない俺分かんないうん分かんない例えば液晶ディスプレイ。うん、うん、うん。えー、液晶ディスあのパソコンモニター買いましたと、ね、ああうんうん、うん、ね横千九百二1はい,はい。で縦千八十。うん。うんこれって何かって古江チリーのまさに 画素っていうかピクセルサイズじゃないですかはいはいはいだからこのモニターを皆枝さん持ってるモニターでもまあ 2K 対応だったらフレッチリ対応だったら横1920の画素があってで縦はそのこちょっと待って1080ありますねでこれを横と縦をかけたらね 1920×1080 かけたらおおよそまあ まあ190何万画素なんだけど多分になりますとだからいわゆる 2K っていうのはフレーチリっていうのは200万画素ぐらいだよと。で 4K は 4000×2000 ちょいあって掛け算すると8百0万画素になって。おおそう 全然あのもうねもうそんなの気にしてないからね全然わかんないいや僕も全然そんなこと気にしないよあっほんとうんいやもうほんと基本基本のところだからうんでも昔ねモニター買うときは気にした時期あるよあの800万8 0 0けるな× 4 0 0とかさ大昔んでそれね8うん。その頃は気にしてたけどもう最近もう何でもいいやって思ってるからうん その,そのぐらいの時しかさあのモニターのさ、うん、解像度っていうのは気にし,なっ気にしてたの当時は。気にする気にしない以前の問題だけどまあいいや、mm、の長辺の普通フルサイズは36だよね。うん、で36に対して7.8ミ、mm、リ長いのね。で43.8ね。うんうん、で割ることのさっき言った8000何本でしたっけ、うん 82568256、うん、はいえー、まあ要は43とかね、えー、そういう長さを、うんうん、その中にその線上に8,000、うん、まあおよそ8,000の画素でこう刻まれてるわけね。で割り算すると <laughs> 1画素あたりのピッチはい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 。画素の バケツでもなんでもいいけどそれのバケツの大きさがどれぐらいかっていうのが分かる、うん、あ面積みたいな画素の面積要するに面積じゃないななんなのどどう ?1 画素ってのが分かるってこと1画素の何が分かる、うん、画素の大きさあ大きさ、うん、はあ、はあ,、はあはああ,あ 画素の大きさっつうのはそもそも例えば3 5ミリのセンサーとかマイクロフォーサーズのセンサーがあったらこれ違うわけでしょ大きさっていうのはそれがわかるのこれによってそれはセンサーのマイクロフォーサーズとかフルサイズとか全部の大きさじゃなくて1画素1画素の大きさ 画画素素の大きさ例えばフルサイズですごく大きなセンサーでも画素数が例えば1億画素とか細かく刻んでればいるほど1個1個のピクセルよピクセル画素1個1個の画素の大きさですよもうそのままですよあ分かんないあのピクセルは分かるピクセルも画素もドットも一緒 一緒ドットっていうのはまあモニターとかで言うよねで画素もまあピクセルっていうのも一緒ですよああなるほど大丈夫ですかねうん多分やっていけばもっとんか実感できると思うやっていけばうん全くこういうのほら気にしないから俺 僕も気にしないです基本だからだって別に気にしないこんなことはそこでつまずいたから今なんかおさらいしてんのねうんそうそうそう0.005になりました5ミクロンっていうことなんですよねあ5ミクロン ?1 画素の大きさが画素ピッチとかピクセルサイズとかピクセルピッチとか言いますけどこれが5ミクロン5ミクロンなうんミリでいうとミリ表記でいうと0.005ミリ はあうん、まあもっと細かく言うと0.0053だから5.3ミクロン、うん、へえあこの、うん、この 50s の1画素の大きさが5ミクロンってことぶ、うん、ぶつ物理的にねあ,あ物理物理うん<ー>顕微鏡レベルだけどねあうんそうだないと とてもじゃないけどまあ大きいセンサーとはいえ、うん、ちっちゃい面積のね、うん、こんなところに5000万もの画素って埋め込めないでしょ。はあはあはあは刻めないでしょ。うん、なるほど。だから一個一個がものすごく小さくてで、うん、それをまあ今こう画素とか調べてもらって割り算したら5.3ミクロになったわけですよ。うん、なるほど。うん、あじゃあうん あのー、だから何大きいセンサーの方が画素,つ、うん、画素数が上げられますよってことは画素数、ね、ん大きなセンサーの方が,が上げやすいってことだから例えば R2 とかあるじゃん。あれって30フルサイズで4000万画素かなんかあるんでしょだからマイクロフォーサーズだとやっぱ小さいセンサーだからいくらなんでも今の技術では4000万画素はちょっと無理があるよと。うん そそそうういことでですすねれはの通りなるほどそれがこの場合そっか中盤のセンサーを使って大きいそこの利点を生かして5,000万画素っていうのをこう何5ミクロンずつじゃこうマスがちっちゃいマスが将棋の。 マスみたいな、うん、切っっててあるってこと、うん、でこのね5.3ミクロンっていうのが果たして大きいのか小さいのかっていうのは今この算出したこの5.3ミクロンだけだと比較するもんがないから分かんないじゃないですかうん、うん、だからあえてこの5.3っていうのをちょっと覚えておいてくださいまずね、はいえっと、5DS <え>、うん、ちょっと今僕調べますんであれが何ボかっていうなまあ何ミクロンかっていうのをね あそ,そっかそのセンサーと、うん、さっきの画素っていうので割り出せますよっつうことなんだね、うん、そうだねえ,ー、えっと5.3ミクルちょっと書いとかないと分かんないもんねいや、うんうん、やっぱ,やっぱよっちゃん星やってるせいか詳しいよね本当いやそうかなうん<ー> <laughs> だって俺全然気にしないよ<ー>そ<れ>いやまあでもさ まあ別に恥ではないんでうん、うん、いやまあ知ってた方がそれは改めて、うん、当然知ってるかなってはまあ僕失礼ながら思ってたんだけど知ら,知らんかったから全然、うんうん、だからまあそれを8 0 0百画素で止まってるから俺のでは,は800画素ってことないでしょ <laughs> <は><え>あじゃあピクセルピクセル800ピクセルで、ね、止まってるから俺の、うん、そういう世界が、うん、まあい,いやでえー、っとね、うん 5DS は5030万ガスなのね。で、8688だから、えー、っと、割り算で言うと36割8688ね。はい。36割8688。ああ、0.00414だから4.1ミクロン。4.1ミクロン。うん。うん、はい、これで答えが出た。うん、えっと、<た> GF? <あ>なんだっけ ?GFX? 富士の GFX は5.3ミクロンで 5DS が何ミクロン4.15.3と4.1ミクロンの違いですねそういう違いが出たということだね結局ね出てた大きな差っていうほどでもないねあそうなんだじゃあさまた計算してあの

よっちゃんもこういう話もう得意だからねこれそうかないや絶対普通分かんないと思うけどかんの多分聞いてる人はいやいやいやそれ知ってるでしょってみんな思ってるあこみんな基本だよみたいなそうそう思ってる思ってるマジ大半は思ってるねまあいいやん別にそれで恥も何もないただもう基準の理論なんでねうん、うんうん、えっ、ー、とーピクセル数はこれの価格込むだから載乗ってないちょっと待ってねうん R2 だよね そうそうそうあれもだってすごい画素数うん化け物みたいなカメラでしょ言っても総画素四千三百六十万画素だからうん無事だそ、うん、そういう凄さは分かる俺も画素数で言われたら <laughs> うん <laughs> それはすごいきめ細かいんだなみたいなさうんそういうのは 一応かる、ね、何これアルファ 7R2 ってし検索してんのにメーカーサイトがもうトップでヒットしないっていうのはどういうことだ一体 <laughs> A って入れてるからかなあ<ー>なんかね検索のミスがね、うん、こう 2>,、うん、2でもさ R2 の2でもさ縦棒2とさ数字の2でさ 2> うこういうなんかさ検索しにくいようなワードが 文字がアルファっていうのが、A と、ね、情報でいけるじゃん。そうなん。これすごいね、よくないよね。いや、これ、なんでこうするのと思うよね。そう。検索性悪いよね。そう、だって、すべてにおいてさ、今、このキーボードは絶対使うわけなのに。何にも配慮してくんない。またソニーのこういう話になっちゃうけどさ。えっと。いや、これ、みんな困ってるよ、これ、本当。困ってるよね。困ってる。うん。 でえっとね<お>ようやく出てきたかな<ー>えっと。ソニーのサイトで今見てると、うん、なん、えっとね、うん、7952まずセンサーは35.936、うん、でもいいんだけど3 5 9る7 9 5 2は、うん、ああ0.00454.5ミクロン。 おお、4.5。はい、これで出ましたね。まず GFX が5.3ミクロン。で、R2 は四点一ミクロン。アルファン r 2ですよ。R2 ソニー、4.5ミクロン。ねで、最後、5DS が4.1ミクロン。5.3、4.5、4.1。なるほど。 まあでも一個違うねこれは。<ん>一個要するに4と5のこの違い、うん、これがやっぱ映像に違いが出るんでしょこのほらちっちゃい単位で言うとさ、うん、そんな関係ないけど、ねうん、これがなな何千万とか分かんない、ね、何万とか変わってくるでしょ、うんだね。でもう一個調べたいのは、うんはい、キャノンの、うん、えっと「イオスキッス」の。 おーいいねえっとキス、うん、これ APS なんだけど、うん、まあそれはそれとして調べますね、うん、そうね X7 か8か、うん、何がいいんだ画素数の多いやつうんがまああれでしょ原稿っていうか、うん、あの結構誰でも使えますよっていう汎用性が高いカメラでしょちょっと待ってね 1>, <laughs> 1番はどれだ 八ってやつかな。ああ多分そうそうじゃないのそれは最新っつうのあ。なんかすぐ出てこないんだよね。もうこれも検索性悪いわ。<laughs> あ<ー>あ。これもね。うん。XX8I。X うん、うん。はい出てきた。で概要。 2420万これだね APS なんだけど画素数が非常に高くてセンサーサイズとピクセル数をちょっと見てみるねはいえっと例え概要基本線どこ見りゃいいんだ使用か使用を見るとまずえ撮像素子の長辺側は2 2 3ミリね2 2 3ミリうん でえっ、ー、とピクセル数は六千六千うん千、うん、だからそれを割り算するね二二三割る六千ねうん二点三割る六千はああ零零三七三点七ミクロン三点七ミクロンうんもうんちょっとあれだね だいぶピッチが小さいね、こいつ。これがさ、なんかでっかい方がいい映像になるみたいな傾向がこう出てきてない、これ。あもちろんそうだよ。うん、あ、そう。うん、あじゃあ、このミクロンっていうのがでっかい方が綺麗ですよってうことなのじゃあ、もうミクロンだけで言うと。うん、まあ、まあ、その分解像力は落ちるんだけどね。うん、ああ。

あら、これなんかと一緒だねさっき言ったえ、そうだねまあえー、っと四、えー、っとねキャノンの 5DS が4.1ミクロンで、うん、えっとアルフ α7R2 が4.5、うん、あ本当その中間か、うん、その中間うん,うんほうほなるほどじゃあ X キスの X の8の方がちっちゃいってことだね ミクロンかってことは、うんうん、そうだねうだまあそこは画素数が違うから当然そうなるんだけど同じセンサーサイズだからちなみに α7s2 調べましょうか、うん、ああそうだねまあ一番ちょっとと尖った代表格だね そうだね生き方が違うね生き様が違うカメラだからこれ <laughs>、うん、方向性がね方向性が全くねそういう違いが出るね、うん、なんだかよく訳わ,わ,わかんない話だったけどわけ分かってきたからねちょっと面白くなってきたよ、うん、でしょ、うん <laughs> まどろっこしいというかもう早く結論んか次の話進めやって感じなんだけどでもここをちょっと深掘りしたいいとう気持ちがあってねまあそうだね中盤のさ今までなかったカメラだからこの中盤のセンサーとかそこをちょっとそこがね心臓みたいな話だろうからね。 四四二ゼロ、三五六割る四二四ゼ十三五六割る四二四ゼ十おお、すごいこれは零点、うん、0 0 0<う>8八点三ミクロンまあいやもう三九八三九だからもう八点四ミクロンだ、うん、はいはいはいで、は、か、い、<カ>なるほどでかピクセルえあ八点三？うんまあ八点四 ねだって8.39だからほぼ4でしょそうだね8.4お出たねこの傾向があるねこれこれ傾向っていうかまあ決まってんだけどね当然画素数と相関でただまあちゃんと厳密に出すと1ピクセルあたりの大きさっていうのはうも違うというねそう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 でまあ今回のこの GFX っていうのは何ミクロン ?5.5 3ですかうんうんだから夜に強い可能性があるっつうことでもあるのかなそういうのっていうのはまあ少なくとも 5DS とかあと X8I うんそうそう3.7ミクロのったやつあの辺のやつよりはまあ当然その画素が大きい分 うんまあ感度ちっちゃい光でも吸収できるってことなのうんそうですね光の大きさがやっぱ大きい分だけ大きい分だけどういうこと光を取り込むほう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 あ小さい光だけどそこに焼きつける能力が高いってことなんだじゃんうんだから S2 は8.4ミクロンあるから、うん、はあなるほどああ,あ,あそっかそっか、うん、ちょっとあのさ、うん、6000シリーズもちょっと調べよう、うん、6300とか6500は何ミクロンかっていう,う知りたいですか知りたくなってきた <laughs> 知りたくなってきた <laughs> <laughs> だって夜にすごい強いからどんどんさそのんか富士の中盤カメラとどんどんなんかこう剥離していくんだけどまあいいやですねちょっとね今回初回だから今回これ朗読会の初回なんでちょっと勘弁してもらおううん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 えっと何けアルファえっと6500うん同じやからねうんそうそう 6500は使用表、うん、知るカメラとして使ったことがないからねあ<ー>、うん、はいはいはい,はい、はい、このカメラはさうん,、うんうんうん、えっと、うん、23.5÷600023.5÷6000、うん、23. ね 23.5÷6000 は0.0039 ミクロあらちっちゃいね小さいんだねうんまあ APS センサーで2,000万画素超えをしてる、うんうん、カメラっていうのはおおむね小さいとあ<ー>、うん、だから余計に APS で例えば4,000万画素とか、うん そうなってくるとどんどんピクセルピッチが小さくなるから例えば3ミクロンとか 2. 何ミクロンとかコンデジほどじゃないけどねコンデジ見てみましょうか RX100 系の最新の RX100M5 僕が明日買うやつね明日買ううん RX100M5。仕様、うんうん、を見る。うん、13.2が長辺ね。あ<ー>1 3 2, 2>, 2割る。うん,うんと画素数の横縦縦横のピクサーだね。どこに書いてあるかな。 どんだけピクセルサイズが小さいでしょうかうん,うん、うんうん、だいぶ小さくなると思うねそうだろうね、うん、そうちょっと待ってねどこに書いたんだうん相、うん、画素数とか書いたんだけどピクセルが何千×何千っていうのはさあ<ー>、うん、そこが知りたいんだけどやっぱあれねちっちゃいカメラだからってことでうん 結構あった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 ねえっとね5472ね5472ちょっと待ってねでサイズが何ミリだったっけ13.2あ13.2ちょっとそれ言って1 3 1五千四5 4 7 2 5 4 7 2ねいわ点0.00242.4ミクロン おだいぶちっちゃいですよあほんとだ。うん、はあ,、うん、あなるほどねこれねあれだね、うんうん、あのー、あるね、うん、何があの結果とこのミクロンの,、うん、あの関係性、うん、それはあるよ当然、うんうん、当然なんだけど、うん、画質に影響するよ。 うんうんうん、うん、ただし、うん、解像力っていう意味合いでは、うん、うん、うん。それはピクセルのサイズがちっちゃい方がいいんですよ。そうだよね。画素サイズがだから解像感っていうのでいうと、うん、じゃあさっきの RX100 とかう、うん。というのはとっても高いってこと。解像感の高いセンサー。ただしちっちゃいセンサーだよね。うんうんうこれでもしフルサイズとかを作ると。うん 1億超えるとかっていう画素数になるんでしょきっと。ああはは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 だから1億とか2億画素とかになってくると当然だけど画素のねサイズが小さくなるそうするとバケツのサイズが小さくなるから飽和とかダイナミックレンジでも弱くなるしでやっぱり感度的にも不利になる。そうだねというのが一般論ですね。 うん、で今回のやつは5,000万画素っていうね、うん、5140万画素でしたっけ、うんううん、でまあいわゆる高画素ですよね一般的には高画素ですね、うん、高画素であるにもかかわらず、うんえー、5.3ミクロン3ミクロンっていう、まあ、大きなピクセルサイズを確保してるんで、うん、でかい、うん、なんかさ最初ほら <laughs> まあスペックだけ見るとわセンサーサイズがでかいんだって40何ミリもあるからでかいんだと、うん、そういうふうにまず目がいきがちじゃないですかそうですね、うん、そこを見ずに、うん、1>, 1ピクセルの大きさが何本なんだろうっていうそういう見方はいはいはい、はい、<を>最小単位そうそう最小単位ねそういう見方をあえてこうすっごい時間かけてやったのね、うん 今これ聞きながらなんとなく1画素が何ミクロン何ミクロンっこのカメラちっちゃいんだなとかねあコンデジは何 2>,、うん、?2. 何ミクロンとかねそうやってこうなんかほら尺度ができていくじゃないですかそうそうそう,そう比較できるよね,ね、うん、だからあ4ミクロンぐらいなのかなっていうところに5ミクロンもしくは飛び抜けてね α7S2、うん、は 8. 何ミクロンもあるとすごいでかいんだねとかね、うんうん、例えば天体写真で使う CCD センサーの感度のなんか追求したやつは20ミクロンとかってのもあるんですよねあそうなんだ僕の使ってる ML29050 ってやつはあれは 5. 何ミクロンあおおおおおこれが大きいね大きいこれが2900万画素のフルサイズねへえでこれをねこれをそうだな これを5,000万画素にモザイク合成ってまあ要は貼り,り合わせ合成ああそうだ僕の持ってるカメラを2枚モザイク合成って言葉をまずリスナーの方に言いますね、うんうん、要はえこれなんていうのパノラマ合成っていうのステッチっていうの普通の一般のスチールの世界で言うと、うん、全く知らないその言葉、うん、2枚の写真風景こう横、うん、横で撮って うんうん、でパノラマ合成要はつ継ぎはぎをするわけですよつな<ー>ぎしろをこう確保して、うん、そしたらより高解像な、うん、まあ単純にねつなぎ目とか関係なしで言うと5,000万画素の画像でパシャッと撮るでちょっとパンをして今度は右側で5,000万画素パシャッと撮る2つをパソコン上で結合させたら1億画素になるよね、うん なるほど単純にねこの合成を、まあ、僕ら天体写真やってる人はモザイク合成って呼んでるのねモザイクタイルみたいなのよねモザイク合成、うん、って呼んでます僕はちょっとこのモザイクっていう言い方をよく使うんでこれでちょっと使うと、うんえっと、僕の持ってるモノクロの ML29050 っていう、うん、まあカメラがあるんですけどマニアックな16ビットのこれが2900万がそのフルサイズなんですよ、えーうん、でこれが 5. 何ミクロンまさにね あの画素サイズがね。ってことはこの今回の GFX これっていうのは ML 僕が持ってる29050の2900万画素の画像をまさに2枚並べてモザイクした状態。ぴったりこう並べるとつなぎしろとかが過去できないんでオーバーラップで10%なりこうつなぎ合わせをするんですよ10%とか20%ね。 でそうすると結局 2900×2 って5800万画素ですけど、うん、つなぎしろとかを考えると結局まあだからじ実質的に僕のカメラそのやつで、えー、南北例えば上下とか左右とか 2>,、うんうん、2枚モザイク結合合成をしたえ画像っていうのがまさにあれですわその GFX の状態。うん ただあの僕のやつはこれモノクロセンサーだからベイヤーのそういう保管とかそういう処理はしてないからモノクロの方が解像度は高いんですけどとはいえうんそういうことだフルサイズの2900万画素ぐらいのセンサーがもしなんか各社でどっかあったとしたらうん、うん、ニコンの D810 <laughs>、うん、あれは確か3300万画素ぐらいあったよねああ。そうなんだ、うん そうあれよりはピクセルサイズがちょっとでかいそう2枚並べて2900万とか800万画素のやつを2枚並べたぐらいの画質だからこの画質を知りたい人はフルサイズで2三0 0 0万画素ぐらいの画像を2枚撮って。 それを2つ上下なり左右なりくっつけてその全貌を見たらああこれがワンショットで撮れるんだっていう結局単純にそういうことですよそうですねうんうんうんそうその密度情報量サイズの2000万画素クラスの2000万後半20003000万画素ぐらいのやつを 2枚貼り合わせした画像っていうのが GFX のそう考えてみるとうんうんすごいのかどうかちょっとよく分かんないけどまあそういうことですねうん僕一つちょっと意見いいかなここでああどうぞうんやっぱねえっとセンサーサイズが やっぱまあほら645とかさ69とかさ中盤歌うにはさそれなりにやっぱもう大きなやつでなんか45点いくついや43.8あ十43.8かちょっともう一回調べよっかもう一個調べよっかえっと645まああのかつてのね うん、645フィルムああ<ー>、うん、中盤、うん、フィルムサイズお<ー>あとなんかさ、うん、えっと645デジタルってあったよねペンタックスかなんかの、ね、645D ってあったでしょ 645D で検索してみてーうんあああるみたい、うん、これのセンサーサイズを知りたい o あーやっぱりそうだね、うん、645はもう厳密にえー、あ でも違う,なうん645はね 56mm×41.5 ちなみに僕645っていうのはやったことないですよね、うんうん、6九でやってたから、うん、ああえペンタックスはもう今これ売ってないの ん？ペンダックスの六四五 d 調べましたなんかちょっとすぐ出てこないよこれえっ、ー、とね六四五 d って打ったら出てくるでしょうん出て出てくるけどさえっ、ー、とちょっと待ってねあ,あったあったあった僕が調べてるとこに出てきた、うん、えっとね六四五 d はね四四十ミリ4 4三十三ミリ。ミリうん。でそちらの富士のやつは ええ、富士四四十三かけ43.8。ああ、もうほぼ一緒。うん。かけうんかけえっと、8。え違う違う違う。四十四かけ三十三に対してそちらはあはいはい。えっと、三十二点九ミリ。ああ、一緒ですね。六四うん、ペンタックスの六四五 d とかと一緒なんですね。あそうなんだ。センサーサイズが。うそっか。そういうもんなんだね。うん。 まあそもそもの話になるんだけどそもそもの話になるんだけどこの645とかセミ版みたいなねあ<ー>、うん、まあこ,れこのサイト見ると 56×41.5 って書いてあるけどこれぐらいのなんか大きさでピクセルサイズもでかくて、うん、1> で1億画素を超えてほしかった。<ー>うん、そう これが言いたかった。だってさ3 5まあ要はフルサイズ3 6ミリじゃないですか。はいそうですね。で今回のやつは4 3 5点五でしょ言ってみたら7 5 m 七7何ミリしか増えてないんだよね。4 3 8ミリね。4 3 8うん。7ミリだとしたら2割増しかなその一辺だけで言うと。そうそう もっとドカンとと増えてしかっったよも巨大な645並みのセンサーでセンサーシステムで開口圏もっとでかくてでもミラーレスだからボディは奥はそんなに奥行きはないミラーレスだから変なほらメカニカルのさミラーとかあんなねああいうものがないからその分そうでもう巨大なセンサーだから そこに無理なく画素いっぱい敷き詰めて光学レンズも結局でかくなっちゃうけど645に対応したようなレンズっていうのを最新設計のデジタル版で出してもらってで1億画素を超えてほしかった。なるほど。なんかねやっぱ気になるのはこれ価格が高いじゃないですか。 うん、だからちょっと価格高いから、うん、ラージフォーマットって胸張って言うには、うん、ちょっと中途半端なんですよもっとドカンといってほしいじゃん,うん、うん、だってさこれ645っつったらさ、うん、僕昔そのブロニー69やってたから、うん、ブロニー69やってた身からすると645ってちっちゃいなって思うんですよ、うん、645ですらねそれよりもささららに小さいから 今回のこう実際のその,あの C モスセンサーのサイズはね中盤歌うんだったらもっとビッグスケールでいってほしかったね意外とあの穏やかなうんまあほら 645D のねペンタックスのそういう今までの流れとか、うん、そういうのもあるしあ<ー>まあこれでいくっていう、まあ、無理なくやっぱやるんだったらこれでいくってことなんだろうけどでもやっぱほら α7s2、ね、とかさあの辺も尖った詞を出すために、うん、もうフルサイズなのにあんだけガスを抑えてで8ミクロンとかね<う>さっき弾き出したでしょ極限まで<え>そうでかくして光を集めようっていうのがねわ、うん、かるじゃないですかそうだね、うん、そうだからそれと同じようにうこいつもラージュフォーマットで中盤を歌うんだったら、うん、巨大なうん 本当五56とか巨大ななんか化けンみたいなセンサーうん今回のはフルサイズ36に対して43.8だからまあ2割増しぐらい 2>, うん、うん、2割増すと7.243そうだね2割増しぐらいだねうん、うん、2割増しとかじゃなくてさ、うんうん、もう倍にじゃん。うん 2>、うん、何2倍にしてほしいね 長辺2倍短辺2倍 36×2 だから 7272×48 ちょっとでかすぎか相当でかいよ相当でかいよそっかそっかこのペンタックス 645D っていうのがあったんだねこういう中盤の先駆けのもちろんで当然お高いしで4,000万画素だったんですよ もっとボディもでかくて76万1000円で今売ってるねこれアマゾンでまあ今これ買う人はちょっとあれだろうねきっとこういうのが出た以上っては思うんだけどもっとなんかドカンとさもっと巨大なでガソもさうん 何だろう思うのは 5DS とかもしくは α7R2 とかが4000万画素そして 5DS とかあの辺が5000超えしてるわけじゃないですか、うんうん。そうだ、ねうん、でピクセルサイズも見たら 5. 何ミクロンで。 うんうん、え5000万画素ってそんだけ画素多いんだったら、うんね、ピクセルサイズ小さくなるからいろいろ不利になるでしょうって画質悪くなるでしょうって、うん、思いきや、うんね、APS の KISSX なんちゃらとかあの辺よりも明らかにでかいよりもでかい4ミクロン台のやつに対して5ミクロンある。 でいやなんかコンデジで高級コンデジってアルファね RX100M51 日センサーでねコンデジとかと比べたら一ったっのやっぱセンサーサイズでかいとすごいもう写真とか映像もう滑らかだわってもうこれだけで旅行もう全部1台賄えるんじゃないのって言うセンサーが何ミクロンなんですよそこ思えば全然でかいわけですよね 5DS のその 5. 何ミクロンっていうのは。 だから差別化するためにせっかく中盤とかラージオフォーマット行くんだったら、うん、せっかくだからもうそこはさハンドリング悪かろうが今 4K とか 6K フォトとかね GH5 で 4K60 とかこう無理してやってんだから 1>,、うん、1億超えてほしいですよねやっぱね<ー>最低でも。 なんか微妙にやっぱ近いじゃないですか5100万画素、うん、だほんの100万画素だけ 5DS よりもちょっと超えたよぐらいな感じじゃないですかいやでもその人は買う人から言わせ言わしたらさ「うん、いやいやそれはねラージフォーマットだから、うん、ねピクあのー、中盤ですよ」って中盤だからほりゃね、あのー、画質のみずみずさとか、うんうん、はねやっぱ え一画素が大きい。分だけ画質もいいでしょうって、で、多分思うんですよ。でしょうね。そこは確かに思うんだけど、でも、そこを言うには、やっぱもっとそれやるんだったら、もっとセンサーとかピクセルサイズでかくしてほしかったね。ああ、うもっと尖ってほしかったと。そうそう、やるんだったら、もっと尖ってほしかった。うん、中盤でこんなに大きいちゃちゃ、中盤でこんなにちっちゃいのって。 いううののが多分今回リリースだと思んですよ中盤なのにミラーレスで出しちゃったからだからこんなに中盤っていうのが手軽になったと中盤の今までの僕らのイメージがありますよね幅広いですよすごく645とか6769とかさでかいのはほんと6ンチ9ンチとかですよ近くあるのねそのサイズがそれからすると今回の 43.8? で33.9とか、うんうん、っていうのは限りなくフルサイズに近い 35mm フルサイズに近い中盤なんですよ。だから中盤ってドカンとミラーレスのボディのこの小ささミラーがないことによるいろんなフランジバックの短さとか、うんうん、ボディの小ささで軽さ、うんうん、その辺を。 アピールじゃあその辺を有効活用するんだったら、うん、やっぱりねもっとサイズがセンサーサイズそして画素数が欲しかったなーってあ<ー>でもさこれってさうん、うん、もうさ一度システムがこういうふうに確立したからこれでいきますって言ってるから、うん、もうずっとこれでいくんですよ。うこれが50が60になるのか 100S になるのか S2 うん、うんうん、になるか分かんないけどうん、うん、多分次出るモデルもこのサイズこのセンサーのサイズまあ今までの流れもあってもうこれは多分変えられないものなのかどうか分かんないんだけどだけどもうこれでいくみたいですねあ<ー>、うん、確かにねうん、うん、そうだかこだかこう言えばいいんだよだネオチューバンとか。うん <laughs> そうそう,そうなんかねそういう言葉がを付与したくなるぐらいにちょっとちっちゃい中盤だねっていういい印象なのねだから多分この中盤だけど、うん、要するになんつうの,、うん、あの一眼レフぐらいのサイズですよっていうところが売りなんでしょお,そおそらくじゃあ、うん、うんうん、でもさなんかさこういうカメラ買う人ってさ、うん、ガチガチですよガチ勢が買うんでと、うん、尖ってほしいんだよね とがってなんぼだと思ってんでうんで携帯性とかあまり度外視してるのねそうそうそういう生き様がいいんだよねこう中盤使う人たちの背中ってねうんうんそうだからまあすごく戦略的に微妙なとこだと思うけどちょっとスマートな中盤って感じだこれじゃあスマート派そうあの社会派シティ派みたいなうん センサーサイズをがち、うん、ま要はちっちゃいセミ中盤というかさその路線で行くでなおかつミラーレスで小型軽量化する結局2つが相乗効果で、うん、まあものすごくコンパクトさを中盤で実現しましたって言ってるんだろうけどやっぱあのそうだねセンサーサイズは645ぐらいの大きさがあってで,でもミラーレスで小さくしましたと。 これぐらいいにしてしてほなと思あんまりこうあこれだったらもう普通のフルサイズと変わらんじゃんっていう感じでいや中盤ですごいなって思うんだろうけどうせっかくだからやっぱ内容としてもセンサーもやっぱり見た目全然巨大でとかねうん、うん、っていう風になってたら僕のもうちょっと気を引いたかなと思いますね。うんうん、えー、何645と同じサイズあるの5十ねえ 4. 何歩とかあんのって。 で画素数はっつったら画素数あ一1億超えるよって1億超えるよって本当ですかってうんそううんそうだねえと645がね 56×41.5 うんうんちょっと掛け算するよあ掛け算して何あのペンタックスあ違う違うちょ今から言う数字を掛け算してあちょっと待ってうん はいどうぞえっとね 35×24 あごめん 36×2436×24 36 <laughs> うんはい864あそうだねで645は 56×41.5 で2324あるのね、うんうん、だからおおよそ3倍ぐらいの面積うん、うん、3倍の面積があるんですよ 何と比べて645のフィルムと比べてフルサイズと645のフィルムを比べてねそうで対して今回のやつはその864ってちょっと覚えててくださいねそれはフルサイズのねうんねいいいで今回の GFX っていうのは何本でしたっけえっと何 ?40? あ八？三3 8かけ僕計算するうん 30? えっとね3十3点9だったかな十えー、っとね32.9、うん、は、えー、144114411441でしょで、うん、えっと割ることのさっきの864だねうん八六四。1 4 4 1割る864は1.66倍 うん1.66倍の面積になったと。に対して1.66倍ですよっていうそうだからフルセンサフルサイズの2倍の面積ないってことだね要はそうだね1.6倍ってことだね1.6倍ねでさっきの645が画面サイズが 56×41.5 だから おおよそ3倍まあ3倍弱あるので、ね<ー>うん、片や1.6倍まあ1.67倍ね片や3倍弱、うんうん、同じ中盤でもこれ645と今回の GFX のいわゆるそのなんかなんちゃって中盤っていうの、うんうん、あだいぶ違うよね確かにだいぶ違うね、うん、でしょだから中盤という言葉一括りで うん、は幅があるんだねバル、うん、じゃあ例えば6級してみましょうか6級フィルムフィ,フィルム、まあ、僕とかほら6級とか使ってたから<ー>645はあんなちっちゃくてちょっと引き伸ばし倍率低いわとかねいろんなこと思いながら今までこうラージフォーマットでこう付き合ってきたんで天体写真っていうくくりでね 一般では僕は全然やってないんだけどでも中盤って言ったらまあ一括りでは語れないぐらいの幅があるっていうことは分かってんのよ。ああほんとだね。えっとね中盤のね6級はねちょっと計算できるかな。82.6。82.6×56×56。いくつえっとそれちょっと待ってね。 82.6×56 は4625。4625÷864。八六四フルサイズの比。5.3。点三倍。フルサイズをあのセンサー、うんね、宮下さんが憧れるフルサイズでかくていいよねっていうね、あのセンサーを 5. 何枚、うん 5.3枚並べたセンサーが69フィルムすごいじゃん、うん、僕は昔それでやったんですよちなみになんであそっかフィルムだからかやめ,やめちゃった理由はああまあね、うん、ああまあそうだね、うん、えすごいね、うん、69だったんフルサイズ3 5ミリの5.3倍が69なんだ、うんうん、でかそう さっきの富士が倍だからいかに同じ中盤の中盤つっても片や1.6倍片や5枚 5. 何枚こんな幅があるんだ中盤っていうそうだからかなり中盤の中ではまあいろんな企画とかの縛りは僕よく分かんないけどその辺の事情はねスチールはあんま興味ないからだけど うんやっぱまあ、中盤というくくりの中ではやっぱまあちょっと、うん、もうちょっと突き抜けてほしいなっていうのがやっぱサイズ的にねあ<ー>だってさあえて互換性の少ないさ、うんうんね、ただでさえ互換性の少ない 35mm がこう、ね、今まで普通にさ、うん、もうそれ以上はないみたいな感じじゃないですか、うん、民生用的にはね。民に降りてきてき せっかくラインナップ加えるんだから、うん、ドドンと 35mm いやもうそのワンランク上を行くんだっつって、うん、もうなんかドドンと突き抜けたところのゾーンにいてほしいよね憧れの存在的なものが民生に迫ってきたとせめてやっぱ僕の希望としては、うん、69はさすがにちょっとあの異常だから、うん、645ぐらいのね<ー>、うん、645ぐらいのシステムでカメラを作って、うんまあ、あとレンズね でなおかつミラーレスのメリット645って645じゃだってでかいじゃんっていやいやそれは今までの話でしょって今までは確かにそうだったよってだけど今もうミラーレスで作れるよねカメラってって俺はだってフラウンジバックも短くなるしそれでコンパクトになるわけですよで1億画素超え だってさっき計算したけど645と 35mm のフルサイズは3倍弱の面積差があるんですよ。ってことは 5DS が5000万画素だとしたら5000万画素3倍したら1億5000万画素なんでしょ同じピクセルサイズで 5. 何ミクロンでその645に画素を敷き詰めた場合1億5000万画素っていうのができるわけですよ。 ああ、うん。まあさすがにそこまでとは言わないんで、うん、六四五ぐらいのサイズでせっかくだったら、うんうん。で、ええ、どんなもん？一億、うん、一億がそう。はあ。そしたら、うん。すごくあの数字的なインパクトを持つよね。うん、数字的なインパクトは、うん、持つね。うん、フルサイズでギリギリね。 うん、とか APS とかでものすごい敷き詰めて、うん、これ無理してんじゃないのって細かく刻んでねって、うんうん、言われて1億を達成するよりもうん。 とうとう達成しましたってノイズとか画質全然問題ありませんってんでって、うん、これはね中盤システムなんですよってあ<ー>、うん、いや中途半端な中盤じゃないですよって<ー>、うん、これはもう昔かつて645で使われてた 56×41.5 っていうのを踏襲して新たに CMOS センサーを新開発しましたと。 この無理のないフォーマットサイズに合うレンズシステムマウントっていうのをんちゃらマウントっていうのを今回新たにラインナップしましたと画素数はもうデフォルトで当然余裕があるんで1億がもう下限値ですこのカメラのシステムで今後カメラをバンバン開発していきますけど1億画素を下回ることはないでしょう 1億画素オーバーで今後どんどん、うんえー、レンズなり、うん、センサーなり出していきますとその第一弾としてまずこの GF なんちゃらですっていうねそしたらミラーレスの,そのコンパクトさも相まって 1>,、うん、1億というインパクトついに1億というね。うんうん 中盤のちょっと見た目でも明らかに 1. 何倍とかそんなんじゃなくてさ明らかに3倍ぐらい違うわけだから見た目的にもでかいでフィルムの時よりも全然コンパクトミラーレスのメリットね解像度まあそれが一体となっていやもう尖った性能うん が民生に降りてくるのかなと。これが僕の意見。なるほど。どうせやるなら一億。うん。うん。中盤ってさ。踏ん切りがいるんですよ、やっぱり。ああ。うん。ああ、ね。そっちの世界に入るっていうのはね。それなりの。踏ん切りが。いるんで、それなりの見返りが欲しいわけですよ、やっぱり。ああ。差が欲しいんですよ。うん。そう。まあ、そうですね。うん。うん。 普通にフルサイズにいくのでさえねそのぐらいの仕切りがあるわけだしそれが中盤って世界になったら1.6倍じゃなくて3倍倍とかねガソピッチも高くそれソニーとかキャノンとかやってくれんかな今回フジがねまあ それをね中盤のっていうシステムで皮切りにやってもらったけどミラーレスっていうところでねそうそこをちょっと攻めてほしいねせっかくレンズシステムということで今回やるんだったらねまあ富士はもうこれでいくんだからもうこれれは変えらないんですよ絶対もう次の機種はもうセンサーサイズ変えましたってなるとうん。 もう何あのレンズも当然ほらイメージサークルっていうのがこう設計されてるから出しちゃった以上もうこれ絶対そう、ね、もう富士はもうこれでいくんですよ。変えられないからねらレンズ出しちゃった手前で、ね。うんそう だからオリンパスも当初ね最初マイクロフォーサーズっていうのを提唱した時にもう提唱した以上レンズシステムそれでいくしずっともうそれでいくっていうことで今現在に至るわけですよ。もう決めたらもうずっとそこなんですそれはもう変えられないね変えられないうんだからまあ富士はね今回はコンパクトさっていうところでのインパクトとしては僕は良かったと思う。 だけど画素数が所詮やっぱり5000万画素とか民生のフルサイズの5000万画素機もありますし α7R2 とか4000万画素とかかなり接近してるんですよ確かにそうだよねだってフルサイズで1.6倍の差面積面積の差でしょで画素数も4000とか5000がフルサイズで今あるっていうそ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 うで そうで画素数一緒でもセンサーサイズ大きいから画質の余裕があるでしょって言うんだけどでも実際にはピクセルサイズで見ると 5. 何ミクロンと 4. 何ミクロンの差なのね1ミクロンしかないとという見方があるよねそれは数字では出てるわねだから圧倒さを生むかっていうにはちょっとやっぱインパクトが欲しいなって思うんですよ圧倒感はちょっとうん 数字からいくとちょっと弱いかなっていうところはあるわね。最低ねなんかパソコンのスペックとかいろんなものが今進化してる中で画素にしろ何にしろ大体ね2倍以上はないと実感してこないんですよ。今回センサーは面積1.6倍だし画素はほぼ似たようなもんじゃないですか 5DS と。 今回の GFX 千百何十万でそうだからセンサーサイズだけが違うということなのね。なるほどね。だからさっき言ったようにもうそっちのゾーンに踏み込もうっていう人はやっぱりそれなりに突き抜けてほしいから画素数はやっぱり5う五千とか4千とかで背比べどんぐりの背比べしてるぐらいだったらもう1億いってほしい。センササーイズは倍 いくとすごいよね、まあ、だからああだ4,000万画素が8,000万画素、うんうん、だから動画がさ 2K 動画が 4K 動画になった、うん、4K 動画が次 8K 動画になりますよとかうん、うん、そこはもうね明らかに、まあ、体感するね、うん、差がね差をね、うん、このジャ,ジャンプするその幅が、うん、今回優しく出てきたもんね、うん、そうそうそう、うん、微妙な中盤なんですよ、うん 微妙な中盤数字からすると中途半端な中盤なんですよ。だからまあそれはそれでねフレンドリーな慣れ親しみやすい中盤として愛されてほしいんだけどそれは全然いいんですよ全然ウェルカムなんですけどただ他者もじゃあそれに習うかっつったらやっぱりまあ1ユーザーとしての希望としては。 うん、まあ動画載っけてくれたら更にいいんだけどね、うんうん、まあまあス写真だけだったら僕買うことはないとは思うんだけど、うん、うんだけど希望的にはやっぱ突き抜けるんだったら中盤のゾーンに踏み込もうとする人はやっぱり特殊なねガチなガチ、うんうん、系がやっぱ多いから。 しっかり三脚構えてとかさまあそういうスタイル以外でも使えるのが今回の中盤ミラーレスのね一つのシステムの提案なんだろうけどでもやっぱそうフレンドリーな中盤という割にはやっぱ価格がね結構フレンドリーじゃないからね言ってもねフレンドリーですよと言いながらじゃあお会計来たらえみたいなさ レジの前来たらあ人人柄変わったみたいなさそういう世界観を感じるかもしんないねこれちょっとそういうのがあるんでえっとちょっとね他社はこれに習うんじゃなくてもっと突き抜けてほしいなって思いますソニーもしくはキャノンとかニコン分かんないけど中盤のそういうミラーレスの中盤のシステムで今後ドカンといってもらうには 一億というまずキーワード、一億超え、一億超え前提で。うん、ゆくゆくほら、一億がひょっとしたら一億五千とか二億になるかもしれない。ね。いや、なるでしょなるでしょそれ。うん、絶対なるよ。うん。だってさ、八景とかさ、あんだけあのほら、四景六十ピとか。ハンドリング大丈夫なのっていう心配できるような領域で、今さ、動画っていうのは進歩してるでしょ。スチルなんてさ。 別にそんな動くわけじゃないからさ1億画素であれ今のパソコンだったら普通に展開できますしでしょでそれを多分求めるニーズというか商業写真とかさそっち系の分野でていうかねニーズは後からくるまあねまず最初に打ち立ててからそういうことだねドンって出してだって昔そうだったじゃん1,000万画素の デジカメですごい綺麗だって言っててもう画像はいいんじゃないのっていうふうに一時期ね言われてたけどで出したら「うわ」っていうふうになるわけじゃんこの「うわ」を狙いたいっていう話でそょっていう時はね。ネオ中盤じゃなくて「うわー中盤」みたいなそういうことでしょう まあ、うん、結局だから6四五みたいなものを踏襲してあれが一番6四五、うん、が中盤の中では、うん、あのー、なんていうかな、あのーうん、まだ現実的な大きさなんで。 うん、ぶどまりすげえ悪いんだけどああいうでかい CMOS とかそういう CCD センサーっていうのはね、うんうん、でもほら結局ユーザーからそんだけ金取るわけでしょそうなんだでしょだお会計ではフレンドリーじゃないよっていうそこはさセンス悪いよね、うん、どっちにしろ、うん、どっちにしろ70万とか80万取るんだったらだったら価格が突き抜けてるんだから民、うん、生機としては。 だったらセンサーサイズとかも中途半端じゃなくて5 0ミリとかでかいやつにしてミラーレスの利点を生かして開口部とかマウントはでかいんだけどボディサイズの奥行きとかボディ全体は小型軽量に極力してもらうレンズシステムは一新してその中盤の645に合わせたようなレンズシステムをデジタルでやってもらって1億をベースとしてゆくゆく。 センサーがサイズがさ,さっき言ったように 3. 点何倍なんか倍がんうん、うん、あるよねうん、うん、だから伸びしろがあるんですよ1億がま,あまず全然ピクセルサイズでかいまだ2億3億っていける要は夢のあるシステムなんですよそんだけセンサーサイズがでかいとこのままフルサイズで1億,が1億画像時代に突入するといろいろ限界が見えてくるんですよ あのガソピッチが下がるってことになるもんねそうなるんでねだからやっぱりどうせそういうねハイヤマゾーンガチガチゾーンのねラインナップを出していくんだったらそこまで差別化してほしいです僕はねその新たなさ道を作るぐらいの気持ちで新製品を 出すそういうスタイル GH5 みたいなそういうとこはやっぱ本当なそういうさなんていうのちょっとあのこの今のさフルサイズブームにちょっと便乗させてもらってフレンドリーなんですよと言いつつちょっとじゃあお会計来るとちょっと変わるんですよみたいなさそういう心意気は俺学びたくないな。うん そうだからまずやっぱ心意気がさその学びたいよねうんこの道でいきますとでこの値段は妥当って言ってやっぱドカンってくるわけじゃんそういうんか S2 にしても R2 にしてもさそうだねそれでちょっとそれよりまあちょっと厳しい人は6000シリーズお使いくださいっていうさ ところっていうのは要はそんだけ財産を投じる分の大きな差異力格差見返りそうそう総合バランス考えるとねやっぱほら買った人にとっちゃさほら買ったよって。 やっぱさ見せびらかすだけじゃなくて明らかに違いを見せたいわけじゃないですかそのほら愛用したいじゃん愛用もそうだし愛用差別化がうんそう差別化したいわけですよねちょっとあんまりわかんねえなっていうのだとなんかせっかくね70万とか80万ねそれに使っていやど フルサイズか中盤かよくわかんないんだよなっていうことであればそれはどうなんだろうねその70万円っていうのはそれはそれぐらいだったら、まあ、中途半端な突き抜けでしかないんだったらフルサイズでまああのなんだろう連写性能とか、まあ、キヤノンとかニコンのフラッグシップとかをスタイリッシュに使ってたほうがいいよねうん、うん、1.6倍だからねうん うん、そうだからもう何度も言うけど、ね、2>, まあ2倍3倍まあ最低2倍なんですよやっぱそういうのは。そうだね、うん、画素数なり あの半導体っていうか、そのセンサーの面積なり、いろんなそのスペックの実感さがああようやく分かるかなって思い始めるのが2倍とかなんですよ。体感いうのは大事だよね。うん、で今回1.6倍であったってこと。で、画素数は置億であったってこと。画素数1億で1.6倍だったら、まあなんかちょっとまだ説得力があ,あ,あったかもしれない。うん、だから、はい、いっそのことをやっぱり645。 まで,で、まだかそういわゆるネオ中盤ねネオ中盤だけど会計の前ではちょっとフレンドリーじゃないっていうね、うん、ことが、うん、これ今後どう調整してくるかっていうところはあるかもねうん確かにね富士についてはもうこれでいきますよきっとだからこれでまあむしろあの1億なり1億超えをこう狙ってより風景写真がもうもっとねうん、うん うんリアリティこう高くっていうね、うん、うん、結局こういうの使う人ってさ、使いたがる人ってやっぱ画質とか解像度求めてるじゃないですか。もう究極を目指してる人だよね。よね、うん、うん、ガチガチガチ門のうんでしょうん。うん、そうだからあのー、コンデジとか R X 百なんちゃらとか、まあフルサイズも含めて。うん うん、その画質ではやっぱりいや満足できないもっと上行きたいっていう人が買うわけじゃないですか、うん、だって普通にいやそうだよねフルサイズを超えようっていう人は本当もうんまあ、すごいよ、うん、ってことはやっぱりもっと突き抜けてほしいそうそうそう,そう、うん、やるんだったら、うん、突き抜け感で生きてるっていう人たちだからうんうん そうまあまあ人と比べてどうのっていう以前に例えば自分が毎年撮ってる絶景のその富士のなんちゃらっていうこうね一番いいタイミングのなん,かなんちゃら富士っていうのをねうんでこれを毎年まあレベルアップで機材もアップでうんより高解像大伸ばしに耐えられるような。 そしたらさやっぱ考えるわけですよ今持ってる僕の 5DSR 持ってます 5DSR5000 万画素でしょ今回富士がこういうの出してきたって同じく100万画素しか変わらない5000百何十万画素センサーサイズは大きくなるから多少ね画質に余裕は出るかもしれないよだけどレンズのラインナップもまだ選択肢少ないし僕の持ってるフルサイズシステムはいわゆるキヤノンの紙レンズとかね実績のある定評のあるレンズがいっぱいあるからうん むしろこっちでの安定性の方がそっちの富士の中盤いくよりもアドバンテージが大きいから飛び込まない方がいいんじゃないかなっていう迷いが出るんですよ。うよりもし型としますねじゃあ A2 とか A0 とかそういうのにお伸ばしして富士山去年の2016年の富士山今年の富士山って富士と今方や GODS 並べた時に違い分かるかっつったら結構厳しいと思うよ。 そこだよねその違いが分かんないっていうのにさ、うん、時間とお金を使うっていうのはさ、うん、そ,うそれは避けたいよね。だからまあ 富士は多分あのフルサイズとかその辺すっ飛ばしてそっち行ったからまだいい,いんですよでもキヤノンとかニコンとかソニーとかはもうフルサイズ機出してるわけじゃないですか、うん、だから差別感差別化、うん、同社モデルのフルサイズのラインナップと差別化するために是非とも645みたいなねもしくはまあそれぐらいに近いような、まあ、せめて2倍強のねセンサーサイズで1億画素をデフォルトでこう バーンとまあそうだねそれか、うん、まあフルサイズに近い価格帯を持ってくるかだよねどっちか合わせないとねあ,あまあね、うん、フルサイズに近い価格帯そうそうフルサイズに近い価格帯だから1点だから例えばフルサイズの1.6倍の価格帯で売るとかうんセンサーサイズ1.6倍今回の富士みたいな大きさで、うん、そう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 お値段も1.6倍、うん 1> 1. 倍だとなんか納得できんじゃん <laughs> きっと買う納得感があるねうん,うん、うん、70万80万でで、うん、蓋を開けたら中盤って、えー、でも中盤っつってもまあちょっと半分ちょっとなんちゃってぐらいのサイズだけどねっていうふうだとうん、うん、ちょっとまあまだちょっと頭の中にこうクエスチョンマークがちょっと残ってるうん、うんうん、そう全て満足しきれないうんうん そう考えるといくらになるのこれ,これ例えばさ、うん、この R2、はい、って今いくらぐらいだっけあの結構や安くなってきてるそれを1.6倍、ええ、したらそしたら納得するユーザーお客さんあ中盤待ってましたとね、うん、あのネオ中盤が良かったんだよっていう人が結構いるだろうね,ねきっと。うん かもね、そうそうそうちょっとね俺もね、うん、フルサイズいつかフルサイズっていうのをね憧れてるから、うん、そのね寝頃感をね,ちょ,ね、うん、ちょっと調べて <coughs>。っていうかさまあ、うん、ちょっと別の話するとさそもそも2,000万画素を超え3,0004,0005,000この辺の高画素競争っていうのは。 何のためにちょっとやってるのか分かんないけど少なくとも僕がイメージするのはもうやっぱり写真家とかで写真展やってますとか大伸ばしする必要があるとかあと商業写真でどでかいポスターにするんだとかあと写真館とかでそれぐらいのクオリティが必要とされるとかね商売でやってるからねそういうものなんですよ。 うん、そんだけの高画素を必要とするまあそのカメラっいうのまあそこは必要でしょうね。あの七五三とかでしょ。そうそうそう。とかね。いやまあ七五三もそうだしみたいな。まあそうだね。例えばうん一生にこう一度二度のね、うそ結婚式の集合写真もそうだし結婚式とかいろいろあるよね。でまあそこはさておきそのそういうえハイスペックうんなものをこう求めるえカメラっていうのはまあありかと思うんだけど一般のユーザーが 一般の普通の趣味でやってるユーザーがね買うときにそもそも5000万画素が必要かっていう話になってくるのね紙に出さないでもディスプレイには出すディスプレイ終わって言ったらいや 4K ですよってでも 4K って何万画素か分かってますかっつって800万画素でしょ 5K っつってもさ1 0 0何百万画素でしょだからまあフルサイズ表示ができないわけですよスクロールが前提なのね 5,000万画素であれそうだ、ねうん、まあ,あのこう虫眼鏡でさ何百パーセントに拡大してスクロールして隅っこまでこう分解してるぜって言ってこうニヤニヤするっていう趣味もあるけどでもまあ最終結果として画素数がどんだけ求められてるのかって、うん、もう僕らの一般の人らのさプリンター例えば持ってると紙に出すと。 そしたらさもう大体2,000万画素とか二千何百万画素ぐらいでもっと言ったらもう1,000万画素強ぐらいでもう A4 とか A3 ぐらいのあたりはもう終止符が打たれてるわけですよいやもう綺麗だようん当にだってあのマイクロフォーサースの5 d マク2とかってどんなもん2,000万画素おそらくないちょっと俺も覚えてないけどねそれでね あのー、本当コンビニでプリントすると綺麗だからね。うん、何,何サイズに、うん、?A4 とか。うんうん、すごききいき麗いでこれね絶対おすすめするいやちほんと。いやプリントは僕深いですよいやいや、うん、その、うん、なんつうのもういやよっちゃんレベルじゃなくてよ。そのまあ、ガチレベルじゃなくて、うん、あのほら一般に綺麗な写真をねちょっと大きく見たいっていう人。 別にさコンビニじゃなくてもいろんなとこでできるんでまあ自宅でもいいんだけど自宅でもいいんだけどどこでもいいんだけど俺ほら写真を趣味にやってる人がこれ聞いてるから映像とかをそんなん宮下さんに言われなくてもやってるよっていう人は多分大半ですわまああえてやってない人いるんだったら80円でできて俺はそれをたまに使うのよだからほんと十分 そのでまあプリントはもう僕ほんとずっとやってきてるんですようんもうそのんう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 んカラーパッチをその何洗濯物の釣り洗濯ばさみでこう干したりとかして3日後にそのカラーパッチを一個一個即色器ですって何千ものカラーパッチを元にキャリブレーションっていうのをやって一つのプリンター用の プロファイルっていうものを作成したりとか、はい、いろんなことやってるんですよ。うん、プリンター、要するにガガチモノってやつでしょ。うん、ガチプリンターでしょ。プリントやってきてるわけですよ。うんうん、で、まあもちろんお店のプリントとかもやってるし、うんうん、まあその富士のフロンティアとか、まあいろんなそういう、えー、銀塩方式のね、出力のそういう機器の、うんえー、まあ良さとか、あとそのまあインガシのね。 光沢感の良さとかまあ紙に出すっていうことに関してはいろいろやってきてるわけですよ。でまあそういうまあ僕の経験から言うと A4 プリントぐらいで多分もう A3 以上は伸ばさないなという人はもう多分。 2000まあ3000万画素はおろか2000万画素とかでももう十分だと思うし5000万画素とかでもトリミング体制とかトリミングでのまあそういう活用っていうのがないんであれば、うん、もうオーバースペックなわけで、うんうん、フルサイズのもう土俵の上でももうほぼ完結してるんですよね、うん、A4A3 っていうのは。うんうん、だからもう 今回、その中盤で出てきたで5000万画素で出てきたゆくゆくはこのモデルが2、3になった時は1億になってくるかもしれないっていうねそういうことはもうこれ、多分本当写真展とかあるいは写真家ですよ、うんうん、とか商業写真とか、うんうん、そういったところじゃないかな。 単純にスペックの数字が欲しいっていうところで買っても多分あんまり活躍の場がないと思うんですよ。うんうん、なんでかっていうというでネット上で例えばねその差を見せつけるっていうことで、まあ、買いました、うん、金ににをつけずに買いました、うんうん、じゃあどうやってそれをアピールするのかなって話になるんですよ。 すでに5000万画素の 5DS 僕まだ1回も使ってないけど持ってますよで別に撮ることもしてないけどまだ使ってない天体写真のチャンスがないから別にテストするのも面倒くさいし使ってないんだけど5000万画素を撮りましたやっぱりこのカメラ うん、解像度が普通の EOS ボディーマーク4とか3とかあの辺とかと比べたら、うんうん、やっぱいいですよっていうことを言おうと思った時にどうやって表現しますす、うんうん、って話なんですよそこ、まあそこを疲れちゃうとちょっときついのよ。うん、2,000万画素が一般的な、うん、え一眼系のまあ画素数の平均だとしましょう。うん、うん そこに今回5000万画素金の中盤がまあセミ中盤的なものが出てきたじゃあ2000と5000の違いっていうのがあるわけですこれはもう確かにあるんですよじゃあそれをまあプリントではねどでかいやつで分かるだとしますね分かんないっていう説もあるけど分かんないわかるとしましょういやでもプリント出さない出さないってうん いうう人だとしましまょたまに A4 出すかなってったらもうそうだったらもう差がつかないわけですね。じゃあもうプリントやめって、うん、プリントやめてもうネット上でもう要はあのインターネット上というかね電子なのか紙なのかその二択しかないわけでしょ。じゃあインターネットで作品というのを、まあ アップロードするお披露目するっていう共有するっていう形で、うんえー、そのカメラをって考えたときに、うん、<coughs> 2000万画素と5000万画素って、うんうん、どこでその差っていうのをお披露目すんの、うん、どういう形でお披露目すんの <coughs> もうお披露目っていうのはもうわ、あのー、かんないねわかんないよねわ <laughs> かんない、うん、例えば フリッカーとかですっごいでっかいやつオリジナルサイズのやつを貼るこれもつなんですよねそうするとそれを見てる鑑賞者っていうのは虫眼鏡っていうか超拡大の登倍画像をスクロールしながらこう見るんですよ。 スクロールしながら隅々までおすげえ左下一番隅なのに葉っぱとかがすげえ細かく改造してるってやっぱり違うんだなってフルサイズの5000万画素と比べてセンサーサイズがでかい1.6倍でかい分だけ葉っぱの質感とか会長表現が滑らかでみずみずしい。 とかね、わかんないけど、いろいろそういうことが言うには、やっぱりそういうことをしなくちゃいけないんですよ。スクロールの虫眼鏡的な鑑賞をしなくちゃいけない。うん。そう、だけど、そうやって、なんか、まあ、一つの作品のこう、まあ、本来の鑑賞の仕方じゃないから。そうそうそう。うん、難しいんですよ、その。それ。難しいよね。うん、その性能を生かすを、生かすとか、出し切るお披露目の場っていうのがね。まそこ、アウトプットのことまで。うん。 考えると難しいよね、うん、本当に、うん、そうで実質本位でいくんだったら、うん、そうだから一個一個さその理由紙は違う、うん、ネットでのお披露目、うん なななかかいよねって考えると何があるんかなって思うんですよいやもう自分的にこの数字5,000万とか確固たるこのねスペックこれが手に入ることがいいっていう一つの自己満足これだけが残るんですよそこだようんうんそうで自宅で画像の処理をするときに大きい画像で一人で見るわけでしょ その時にあやっぱりもう隅々まで改造してるってよしこれでいいんだとそうということになっちゃうんですよそうそこそこうんそこに70万80万出せるかっていう話なんですよねだからだからきついよね結構、うん、僕だったらちょっとね<う>目的がそこの自己満足だけで紙とかそういうものに出さないとか、うんうん、ネットでも特に出せないっていうんだったら紙,紙だよね紙がさ、うん、そうやっぱね僕だったら紙、うん うんあのっていうかでっかい紙に出したいでしょこのカメラはうんそうそうそううんうんでもさそれがさ限定されてるうんうん世界で生きてる人間にとってはきついよん、きついうんそう紙に出さないっていう人にとっちゃきついん。アドバンテージの見出しがすごく難しいと思うきつい きついな、うん、確かにでも、うん、そっか改造感っていうのもすごいめちゃくちゃってわけではないし、うん、フルサイズの3 5十五で5,000万画素があるから。 センサーサイズが面積1.6倍比になったことで本当に A3 とか A4 とか A2 とか A0 とか分かんないけどそれで並べた時に同じ5,000万がその土俵の比較で片や 5DS 片や GFX その2つを A0 サイズで比べて本当にその差っていうのが見て取れるのかなっていう。見て取れないんだったらそこに運ん十万の差額を支払うことができるのかどうか。 だから最初に言った突突きき抜抜けけててもっととほしいいう映像で出した時に目を5ンチとか1 0ンチに近づけてんだけどそれでもそのドットの穴が全然見えてこないよぐらいの1億超えですよいわゆる1億とか2億の世界に行くにはもっとラージなフォーマット3.3倍昔フィルムでシのゴのね4インチ5インチみたいなのがあったようにそこまでやるとは言えないけど。 ぶどまりとかいろんな関係があるからセンサー作るのにさ1枚のウハーからねあんだけ大きなものをさ半導体のそういうプロセスの中であのセンサーサイズを多分切り出すんだったら取れる枚数も多分少ないでしょうしほこ埃とかあれへんの関係でぶどまりも多分悪いですよきっとコストがかかるんですよ結局半導体を作るのにね CMOS センサーを作るのにね。 だけどまあだからこその要は高値なんじゃないですかそうだねそう中盤でそもそも特殊なちょっとね民生よりちょっとこう一歩飛び抜けた存在なんでせっかくだったらもっと言ってほしい確かにねちょっと穏やかだね穏やかフレンドリーで価格はちょっと フレンドじゃないいとうねでね価格をねちょっと比較してみましたあの 5DSR あのほらさっきのさ4.1ミクロンのよっちゃんが持ってるやつねはい 5DS ねそうそうこれを1.66倍した値段が69万8860円 5DS をそう僕 5DS29 万とかで買ってますけどねあら あれ違う俺間違えたかな ?5DSR? 僕は 5DS だけどね。S と<ー> SR があるんですよ。あそうなの <laughs> まあまあ別にどっちもいいな。うん、まあ僕はあの中古で、うん、ほぼ新古みたいな中古で買ってるんで。安く手に入れたね、うん、それ随分そ<う>お。そう。まあちょっと 5DSR の方で1.66倍したら698,860円になったんだけど。ねうん ここね、うん、やっぱり今ほら、ええ、フラッグシップが変わりつつあるソニーさんですよ。はい、これだと,、うんえとね、33万8565円なのね最安が。はい、それで1.66倍すると56万2017円そのただあれでしょうその、うん、今回の富士のやつ最安値での設定じゃないでしょ、うん、多分70万円以上はするんでしょ最安でも うん、う売ってないけど70万以上だよ。60万円台とかに売っては予約受け付けてないでしょだって、うん、あ,そうかあ今ね最安見た七72万3000円だから受け付け。うんと考えるとこのやっぱり今フラッグシップに変わりつつソニーさんお得ですよこれ。<laughs> ねえ。 うん、まあソニ,ソニーがお得というよりも、うん、富士の今回のやつがお得なのかどうかをちょっとまあ今まあね議論してるていうそ,うそ,うそういう方向にいくと、うん、ちょっとど,どうかね価格的にはちょっとどうかねやつ感じじゃないのかな。うんうん まあフォローもしとくとやっぱり新たなね、うんうん、可能性をこう中盤っていう今ま,まででかくて重くてちょっと敷居が高いというものをよりフレンドリーにこう身近にはこうグッと引っ張ってきたのね、うん、サイズ感という意味でねこんなに中盤ってちっちゃいんだっていうことなんでしょう,そうき,きっとねただその中盤っていうのはちょっと語弊があって、うん、中盤でもいろんなこう幅が広いんだよと。 大きいのは6九サイズとかでフルサイズを5枚6枚に並べよて五5.3倍ね。でそういう方や今回のやつはまあセミ中盤ってさっき言ったけどちょっとなんちゃって的なところがあって645よりも小さい645は 3. 何枚か並べたぐらいなんだけど今回のやつは1.6倍2倍にも満たないからそこのところですね。 そうだねちょっと今は当然ね中盤出たととミラーで持ちやすいシティ派中盤みたいなね位置づけだけどちょっと使い出したら洗って確かにちょっと半年後洗ってっていう状況に俺だったらなってるかな買っちゃったらせめてねやっぱりね倍だよなこういうのは確かにそうだね体感っていうのは倍を目指す体は倍っていうか 体感はさ倍で買う、買い替える。っうん、そう。そうだね、一点五倍で買い替えるかっつったら、なかなかね。うん、倍だったら、もう買い替えていい頃でしょう。検討するかなっていうところだね。三十六、二十四倍すると。うん。ええ、短編が三十六になって。二十四の短編が倍になって、四十八、四十八、三十六。うん。四十八、三十六だったら、倍になるんですよ。 これ 43.8×32.9 だからやっぱりまあそうそれ現状だよねそう最低倍だからね言っでさっき言った645は3倍以上だからだからやっぱちょっと優しい中盤に入るわね優しい中盤やっぱね結局ね中盤を買おうと思う人フルサイズっていうのをねすっ飛ばして うん、そうんフルサイズっていうのをすっ飛ばして中盤を買おうっていう人たちっていうのはやっぱりでっかいのが欲しいんですよセンサーそうなんだ、うん、でそれが目的だから、うん、でセンサーでかいことによる恩恵とかっていうことを知った上で買うんですよ、うんうん、まあそうだね、うん、だからそこをやっぱりもっと、うん、なんだろうな例えば神戸牛なり近江牛なり、うん、すごく美味しいところで、うん、神戸牛が本場のやつが食べれると。 食べたい人はやっぱまあ金に糸目をつけずまあ5万なり6万なりこう出すわけですよ、うんうん、せっかくお金出すんだからまあっぱに食いに限ってなんかちょろっとメインディッシュで出てきてさいやいやこんだけ金払ってんだからさいくら本場とはいえね言いにくいとはいえもっとたらふく食いたいんだとうんいうようなやっぱ思いがあって。 中盤せっかく行くんだったからだからサイズ的にもやっぱりもう本場のこれ間違いなく正真正銘の中盤なんだねっていうサイズほらフルサイズと比べてみてこれ3倍以上違うんだよっていうさそこら辺のなんかうん価格出すんだから満足感というか差というものがやっぱ欲しいなっていうのが僕の意見です。そうだね、うん、<coughs> だあれだよねもうちょっとお金があの穏やかになってくると、うん。ええ まあ受け入れられるなんかネオ中盤みたいな位置づけのポジションは取れるかもしれないけどねちょっと今の70万円超えるのはちょっと確かに位置づけとしてちょっとどっかを超え,超えすぎちゃってるところは感じますよね、うん。あのさまあ、中盤に行くってことはさいろんなリスキーなことがあってさ このシステムでいこうっていうのは、例えば、いろんな意味で孤独になるんですよ。あのレンズシステムが、今まで僕は、えーうん、キャノンの、まあ、L レンズとか、まあ、キャノンのシステムをフルサイズで使ってました。うんね、5D Mark IV を使ってました。うん、レンズはいっぱいありますよって。うんね、赤鉢巻キのレンズ、うん、L レンズいっぱいあったと。全部投げ打って。 レンズとか呼ばれてるものも売りましたよと今回もう全部一掃して富士に行くことにしましたと富士に行ってよろしくねってなったらレンズがまだ少ないわけじゃないですかやっぱりだけどもうこれでずっと行くって決めたからこの70万出してこのカメラ買いましたレンズもまあほんとまだ数本しか出てないけど今後これでやっていくとっていうふうに飛び込んでいくにはねちょっとやっぱ価格があの ちょっとミオリりが,りがこうレンズというのが少ないとかいろんなそういうデメリットもあるからこの中盤の世界にいざなうんだったら、うん、やっぱり蒔絵的にも、うんまあ、50とか、うんうん、フルサイズのカメラよりもちょっとこう毛が生えたぐらいの、うん、うんところで、うん、代わりにいろいろレンズとかラインナップ的には失うところがあるけどでもちょっとラージフォーマットが手に入るよっていうところで。 なん5五6 0万ぐらいでやっぱもう一声欲しいんですね。そうそこだったらベストセラーもっと普及すると思う。だって7080っつったら多分普通の人見向きもしないですよこれこのカメラ。まあ普通の人はちょっと買えないでしょうねでもさ確かにもうでっかいのが欲しいんだっつってまあレンズとりあえず1本だけ買うと。 うん、それもあり,ありだとも思うから、うん、趣味的にね他に 5D とかなんちゃらとか全部全部保有したままで趣味としてこれは1台、うん、もうここ一番の時に使うんだっていう余裕のある人はいいですよだから結局お金持ちだけの道具になっちゃうんで。うんうん いろんな人に中盤を味わってもらいたい楽しんでもらいたいっていうにはこんだけの価格取ったらうもう今までのシステム全部投げ打たないとこっちに飛び込んでいけないんですよ、うん、普通の人は多分うんちょっとあれだねこうポジションかな、うん、だからこんだけ、うん、7080ねするんだったら、うん、やっぱり何度も言うけどもうフォーマットサイズ、うん、センサーサイズを 中途半端なところにとどめてほしくないであのそうだ、ね、画素数も1億なり、うん、さっき言ったようなその写真家とかさ商業写真とか、うん、もう圧倒的な高解像力がこう、えー、要求される2016年に撮った、えー「なんちゃら富士」っていう,こう自分の力作、うんうん、これを超えるカメラっていうのはもう明らかに超えるカメラもうこのカメラしかないと。うんうん もうこれ趣味だしロマンだしもう今までのカメラをうっぱらって、うんうん、こっちにもうね自信を持って乗り移ろうと、うんうん、って思えるぐらいのなんかこうまあそうだね、うん、そう,うんまあ話題は半年かなこれ多分何が <laughs> このカメラの話題 うんまあ使い続ける根強いユーザーは多分いると思うけどまあいるだろうけどで買う人もいると思うけどそうそうそうほら、うん、買う人が絶対数が少ないだろうから、うん、今はこれ話題注目脚光を浴びてるよそうそう,そうだって今までのペンタックスのその、うん、645D とかと全然違うサイズ感なんでそうだね、うん、そうだからこれは多分今脚光を浴びるとは思うんだけど、うん、だけどね 高い半年後でそのセンサーのサイズ総画素数で 5DS とかとあの辺と比べた時の本当にあもう明らかに違うねっていう差が本当にあるのかどうか多分僕ないと思うんだけど圧倒さはね。って考えた時に本当にこっちに行っちゃっていいのかっていう話ですよね。うん ちょっと危険かもしれない結局このセンサーのでかさとか画素数とかって結局のところもうんかスペック上の数字の極みじゃないですかだからそっちを追求するんだったらもうそのスペックをとことん差をつけてほしいんです数字を1億ですってねっセンサー長辺50何ミリですってうんそうスペックでもう差をつけるぐーっとそしたらそこに乗っかってくる人いるからそうそれだってさ アウトプット関係なくスペックが人生っていう人もいるから、ねうん、まあそこも含めてねそこも含めて倍以上になる、うん、まあむしろ3倍になるんだったら、うん、明らかにこう出力に影響するってそこをまあ計算して買う人もいるよ、うん、いるいるいるうん、うん、そうだからそれはやっぱそういう市場はあるし、うんうん、やっぱりねこういう高級なカメラはそこで勝負してる人もいっぱいいるしね、うん もうちょっとやっぱだからあれだよね確かにまあ8,000万画素でフルサイズの3倍のセンサーで値段はまあ70はちょっと無理だったんで80万なりましたとかねそうやったら納得感るねそうそうそれはね多分おだったら俺ちょっとそっちの世界やってみるわで80万出すっていう人もまあなんかそういうポジションって あるるような気もすけどでも1.6倍だって。でレンズもまだ少ない。うん。ってことにないから。か今の機材を投げ打ってまで飛び込んでいけないですよ。結局だから買い増しになるんですよ。そう70万とかレンズ合わせて100万という機材群をシステムを今までの現状機材保有したキープしたままで買いますんですよね。買いえるんじゃなくて。 買い替えようと思ったらいろいろと多分そうマイナス要素も出てくるんでだからこそ買い替えるぐらいのもういいやもうキャノンってみんな使ってるし俺だけちょっと違う一匹狼で行くよってその代わりすごいよってスペックは吐き出すものは違うよって行くぐらいのインパクトが欲しいということですねやっぱ買い替えるっていうのはねそういうもう ぐらいのインパクトが最低2倍 APS とフルサイズの差が2倍面積ね2倍でしょ APS とフルサイズの差はやっぱり分かる人が見比べるとやっぱ分かるわけですよでも分かんない人に比べてもやっぱ分かんないわけですよでマイクロフォーサーズと APS も確か2倍かなでマイクロフォーサーズとフルサイズは4倍なんですよ さすがにマイクロフォーサーズのスチー写真とフルサイズのスチー写真これプリントとかで並べるとやっぱ違うっていうのはあるんですよね分かるね分かるんですよそういうのがあってそういう意味で2倍っていうのがどれほど差がわかるかっていうのはようやくわかる人にはわかるっていうぐらいのレベルなんですね2倍っていうのがその2倍に今回至ってないんで。 あのセンサーのサイズ面積面積っていう部分だよねで画素はまあ言ってみたら、うん、まあ民生の今のフルサイズの 5DS とかあれ辺の最高峰とまあほぼ一緒なんで1.0、うん、倍ほぼうんなるほどちょっとあれだね、うん、そう考えてみると、うん、その自分がさ、うん、気になってるものっていうのは、うん、じゃ2倍っていうか フィルターを尺度,、うん、尺度をとかフィルターっつうのをかけると、うん、そ高価さが現れるあ<ー>その、まあ、いろんな倍数というかね、うんうん、っていうのが2倍を超えたあたりでなんかこうじわじわ 分かかるる人にはっってくるってくいう、うん、1.5、うん、ぐらいだったら現状維持がまあ無難じゃないのかっていうね少なくとも A4 サイズっていうのはもうあのなんだろう1,000万画素まあそうだな2,000とか3,000とか、うんうん、もう全然分かんないですよ。いやもとあのーうん、とりあえずそのコンビニプリントのプコンビニプリント派からしても多分分かんないと思うよ。<laughs> うん、結局あの人間の目で識別できるそのドットパーインジっていうね、うん、DPI がまあその何百ってもう決まってるからそれ以上細かく刻んでも人間の目ではもうそれ判別できないんですよその良し悪しっていうのが。まあそうだね、うん、そ,それがその何十万っていうお金の差のその費用対効果は影響は 少なくとも少なくとも A4 では出ないだから結局どうなるかっつったら A4 で差が出ないから A3 でも出ない A2 でも多分まあ見た目分かんないじゃあ結局 A0 とか全紙とかなってくるんですよそしたらもう全紙で出すことがあるのってしかも頻繁にねシャッター何千回押すか分かんないけどじゃあ A0 とか全紙をね何千枚出すのって話になるんですよいや出さないわけでしょどういう人が使うのっつったら写真展でもうここ一番で大々的にもう自分の傑作を をでっかいプリントで見てもらうとかうん、うん、そういう用途とか、まあ、商業写真とかねやっぱまあそういう風に限られてくるんですよ結局本当に実質本位でそれを活用しようと思ったらでネットで公開するにもフリッカーとかでドヤバイ的なあのスクロール鑑賞するっていう方法でしかシェアができないドヤ、うん、って言えないそしたらどうなるかっつったらもう自己満足じゃんって話になっちゃうんですよ俺はこれだけのこういうカメラを手に入れたぜって。 活用方法のなんかなんていうかなこうやり場やり場行き詰まってゃく場っていうのがだからうんそうだからちょっと現実も一緒に考えた方がいいかなって思うんですねうん確かにねそれであのほらああいうこういう電気ものっていうのはさ2年経つと変わってるからね世界が。変わるからね そこなんだよね今回まあミラーレスの中盤っていう意味ではねまあ駆け出しなんでだからさ楽器にね100万かけるんだったらまだねわかるでしょ価値が変わんないじゃんっていうかむしろよくなるヴィンテージとかを買っとけば値段上がってるからうんそうそうそうでもあの電気物っていうのはさ2年5年10年経てばもう10年経てばもう絶対 無理でしょそこなんだよねだから電気ものでその買い替えようと何十万お金を出して買い替えようっていう時は2倍変わんないものは買い替えないっていうさなんかセオリーができたような気がするわ今日。そうね倍なんですかっていうのをさ冷静な自分でほら欲しいからちょっとそこ 1.5でもいいかなとか思うけど、うん、そこ厳しい目で見て、ええ、2>, その2倍セーフティーラインみたいなさ、うん、そういうのがさちょっとしして必要な気がまそうそうだから冷静にね、うん、だからそう考えると最近そのフルサイズに憧れはあったけど、うん、もしかして6300ですごいいいっていうさ、うん、<laughs> そういう。 ちょっとそうういセーフティライン結局 A4 プリントでしか僕は一生出さないよっていうそういう土俵で写真と向き合うんであればプリントをね今今時プリント自体してる人自体が少ないけどねまあまあもし仮にね A4 以上はもう一生出しませんとだったらもうすでに2,000何百万画素達成してる APS でまあそのカメラじゃないですか。 六千五百何三百はね、うん,う,んうん、うんそれはもう解像度というのの意味合いではもう全く不足ないですよね。うん、なるほど。うん。まあただね、僕らが今やってるこれちょっとスチルの写真の系が今日強いから、まあ動画の話も入れるけど、うん。まあ 4K のそのフレームレートであったりとか、ビット数であったりとか、うん。まだまあまだ見ぬスペックのその伸びしろというのが動画界には結構あって。 通写真的にはさなんかこう二次的な何ハイレゾーショットとかさ何かいろいろあるでしょなんかこう不体的な解像度とかそれだけじゃないようななんかさ違う方向性のアプローチがあるでしょそっち系に今進化してるもののもう画素数とか感度はさておきほぼなんか成熟してるじゃないですか僕らの動画目線で言うとね。 もう十分じゃなくて14ビットでローで記録できてなんで16ビットは実現できんかなとかさそこら辺思うけどそうそうじゃ動画はまあそこはまだ伸びしろがあるから面白いんだけどね僕はねうんそうまあ十分なんですよ α6300 とか500でもう贅沢すぎるぐらいいやでもほんとまあそのねいややっぱそのセーフティーラインを持とうっていうねことあちょっとね今回ね学びましたね そう上を見るとキリがないし、お金もかかるし、で上をえ見て上を手に入れたところで、じゃあその差を表せるかって言ったらなかなか表せるチャンスがもう今この時代ないよって、こんだけ高いくとこまで行ってるから。それだ気持ちだけの話になっちゃうってことだね。そう所有感、うんまあ所有する欲求、うん高いみんなが買えないえそういったものを買うで買ってあ違いがあるうん違いがこんだけあるってことがまあわかっ であ自分はこれ手に入れたんだなっていう所有欲を満たし満足感に浸るというところここは多分、まあ、あのやっぱまあ買った時は満たされるかもしれない。 だけどガチで金とか余裕ないよでもね、ねガチでこれ欲しいか迷ってるんだよって、うん、もし、これ聞いてる人がいるんだったら、うん、1.6、うん、倍の面積比でしかないということ本当にその高価さていうのがフルサイズの民生のこう高いやつあの高画素のやつと比べて本当にステップアップっていう意味合いになるのかどうかレンズもだってラインナップ減りますよってこれから出るかもしれないけどね、うんうん、っていうリスクの部分。 とかいいろろ考え全部をね考えてやんないと最終的にカメラって本当使い物にならないくなるからねうんそうですねうんそこは本当に慎重にするべきだと思いますねそうですねそうそこは本当思いますまあただまあフレンドリーなボディサイズ 本当手持ちでもうね街中で持ってても違和感なくでも中盤でいけるというねいやまあ違和感なくお気軽に気楽にイージーにフレンドリーに行きたいんだったらそれこそコンデジとかまあそっち系でいいんだけどね本んはねそれじゃ嫌だからってことでガチな機材を手にしたいわけだけどそこなんか難しいところだよねそうね感性がね人間にはあるからね 複雑にこうあるからさ沖田国に行きたいでもガチな中盤の要はラージュフォーマットで行きたいとかさなんかいろいろあるよねうんあるあるあるなんかどっかに尖ってたいみたいなそう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 男の人ってやっぱそういうなんかあるじゃんあるからねうん そこがまあ個性としてねあるんだろうけどねそう何でもセーフティーラインの中にいればいいですっていうじゃあちょっともっと冒険したいっていう気持ちもあるでしょうからそうだねだからまあ総じて言うと僕はいろいろこう計算とか途中このトークしながらまあ電卓弾いたりもしましたよじて言えるのは 中途半端なスペックだなっていうふうに確かにこれだけね並べてみて、うん、そのガソピッチを測って5.3でしたと。うんうん、で α7R2、あのー、だと 4.55DS、ねうん、だと 4.1α6500、うん、だと3.9。うん でかい方で言うと α7s2 が 8. 何ミクロンでだよね。これは確かに尖ってる。逆の意味で尖ってる。そうなんだよね。このいの尖とってるって言うんですよ。8.4だね。8.4っていうのは。確かにこれだと8.4っていうのは。6500の倍以上出てる数字けよそう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 。つまり面積4倍なんだよ。そう。のは確かにおっ ちょっとこれはあれ持ってもいいかもっていうそのデジタルの世界の2倍のさ概念っていうのはちょっと大事な大事っていうかちなみにそのピッチはね4ミクロンに対しての8ミクロンだとしたら仮にねそれ短編のサイズ比だから面積でいうと4倍なんですよ縦横2倍だからでで倍なんすよねだから4倍も要はいびつな要は突き抜けた ンエ7 s, <S 2>,、うん、2とかあの辺っていうのは。のその体感ができるっていう可能性を秘めてるわけだね。そう,そ,うそれがまさにその体感実体感っていうのが夜の神社でもなんかすごい映るとか夜の暗闇でも映るっていうのをまあ実証してるわけですよ。4倍あるっていうことは、うん、も,うもう歴然としてるっていう。うん うん、ことではあるただし、うん、そこまで突き抜けんでも6300とかあれ系で夜も撮れますよっていうのが僕らのここ最近のまあ、うん、なんかねおち着お恐ろしいていところなんですねん着地点になりつつあるお恐ろしいレンズシステムのなんかこう投資が沼が待ってるからっていうことでね、うん、そうなんだよね 夢をフルサイズのシステムとかさ最初突きつけられるとわいいなって思うんですよ。でも現実見ていくと一本一本のレンズが高いとかそもそものカメラが高いとか夢だけでじゃあ本当に飛び込もうってお金ないながら思ってる人いやお金持ちはかばいいんだって金持ちはポンって買えばいいんだけどそうじゃない人がもしこれ聞いてて真剣に迷ってるとスチル大好きでとかね。 私は大好きな人多分この一眼動画トーク聞かんでもいいと思うんだけどたまたまねこのカメラこれ興味持って検索でここ入ってきた人が聞いてたとしたら多分ね高価素そんなないと思うね。ボディ S とかあの辺の中古なりなんなりっていうレン,レンズのラインナップ豊富なところでねもうすでに定評のある紙レンズとかそういうものをガチャッとつけてうん高画素機2個の d 8 1 0とかさ α7R2 でもいいですよ。あの辺つけて えー、信頼性のおけるこうレンズで撮っていった方が、うんうん、多分あの、うん、もう価格的にも、うん、いろんな意味で多分拡張性とかそういった意味でいいと思う。やっぱさやっぱその価値っていうのは大事にするべきだからね、うん、そうですね。 買いたい人はもう多分ロマンとかの世界だからそうなね表現できないですよアウトプットも難しい紙で出すにも全紙っていや出さないってネットで共有ってええのにどやばいってフリッカーとかみんな見ないしそんなん使わないとだったらどうするのって自己満足でしょいやもうなんか分かんないからじゃあんで買うのってあなたはって言った時にいやもう最終的に分かんないけどロマンですよってロマンですよって話になるんですよロマンでお金持ちの人は買えばいいんですよ そうロマンっていうテーマで買うんだったらなんか何でも許せるからね。うん、100万ららいだったらロマン、うん の金額ってある。あり。そうそうそう。うん。うそれ、どん、ポンって買えばいいんですよ。ポンって気持ちよく。気持ちよく買えない人がいるからさ。買った後でさ、苦しむ人がいるからさ。そうそうそう。っていうか、その実用的だっていう意味を考えると、ちょっとロマンとは違うわけだ。からうん。それは、やっぱ、そのセーフティライン二倍。二倍っていうのは、どうなんですかっていう、そこは、ちょっと見るべきだね。そうだね。そのロマンじゃないければよ。うん。 うんうん、そうロマンじゃなければそこは現実見たほうがいい。うん、そう現実見てさ100万円っていうのはほかにさ、うん、いろいろ使い転換できるわけだから、うんうん、その価値っていうのは。でその現実論っていうのが本当にねうん、うん、今日僕ずっとね1時間2時間、まあ、言ってたのは本当にそのカメラっていうのはロマンなのかっていうことをずっとえー、ーまあ あの問い正したわけですね,ねそのロマンなのかどうかっていうのはピクセルサイズの比から始まって結局そのまあ画素数の話センサーサイズの面積のね、うん、本当とに1.6倍という面積の アップが向上につながるんかで最終的には僕はソニーとかキャノンとかニコンとかあの辺に次もし中盤のんか一発出すんだったらもっと突き抜けて50いくつとかそのしのしのじゃないや645みたいなねあれぐらいのやつでシステムを出してシステムってい作っちゃうと打ち立てるともうそれ多分もう変えられないから変えられないねそれもう製造ラインとか工場とかねそこも全部変わっちゃうわねだってユーザーに対してもさ一発目 GFA このマウントサイズでいきましたけどやっぱりちょっともうちょっとでかくしたいんで次のやつはマウントサイズもレンズ具も変えますって言えないからね言えないレンズも売っちゃってる以上それは変えられないからだからもう出してからキヤノンとかソニーが出してから後から言うことはできないからだからもう富士はこれでね突破口を切り開いてもらったってことはまあね感謝すべきかもしれない他社はそこの うん、ポジションは素晴らしいそう、ね、だからいろいろまあもやもやと思うところがあるんですけどやっぱまあ、うん、せっかくそっちのゾーンに中盤ゾーンに行くって言うんだったら、うんね、3 6ミリ長辺3 6ミリのセンサーが43.9とか、うん、2>, まあ2割増しになりましたっていうそんなそんなもんじゃなくてもっとドカンと欲しいっすよね50何ミリとかさ。ううん、ううんうんうん、うん、うん 3倍だったら間違いなくインパクトはあるわね、数字的にも、おそらく映像的にも3倍だったら出るでしょう。写真展だか全紙だか分かんないけど、出せる場において、クロップ体制も含めてね。だか S2 は実際、画素ピッチは4倍のパフォーマンスがあるから、あれだけ差があるっていうことがもう出てるわけだから。う ほ本当にね考えてみるとこの道具を分解してね一番最小単位にしてじゃあ今使ってるものから何倍ジャンプするのかっていうさこういう視点で選定するっていうのは大事ですね。大事ですねうんと思う。そそうう俺なんてそのガソピッチすら知らなかったけど今回ねガソピッチがこれだけ。 映像に影響するものなのかっていうのはね、非常に勉強になりましたよ。うん、そう。まああえてね、あのちま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 と僕は計算しましたよ。うんこのトーク中ね。いやこの、そうこのねちまちますこの穴の感つのがやっぱね記憶に残るわけ。あ、でしょ。うん。そう。そう。だって今までどっかで俺もガソピッチって見てたかもしれないけど、全部それ消えるから。うん。 でもこのちまちまやるからこそイメージでしょガスの一個一個がさバケツみたいなマス目になってて5番目のマス目になっててそれが顕微鏡レベルの5ミクロンとか中には8ミクロン9ミクロンとかそういうのがあるんだなってイメージが湧くんですよ。イメージは湧いたわ。S2 がね8.4ミクロンですよと。で 6500が3.9ミクロンですよ。あこの差なんだなってねよく分かった。だね。R2 だってさ4.5ミクロン 5DS が4.1ミクロンそこを選定する力っていうのはカメラを真面目にねやりたい人にとっては大事だわこれ。 ですね、うん、うん、だと思うそうだからまあ,あの新製品出ましたねああよかったっていうねそれは気持ちはもちろんあるんだけど良か,かったことは確かに良かった <laughs> でしょうルックスもかっこいいしうん、うん、すごく今までの一眼を踏襲したようなちょっとあの今までの中盤のイメージらしからぬボディデザインだし こんな感じでまとめ上げられるんだったらうんうんだったらなんか、うん、持っててかっこいいしなんか所有してみたいなという欲はあるのね。物欲ですよいわゆる。物欲が湧くんですよね。 ただその物欲物欲とかロマンでこの物体を手にしたいという気持ちは分かるだけどそれに見合うものが本当に真の意味でどこまでついてくるのかっていうね中盤なんだからってさその人たちはさ「いや中盤なんだから」っていうよはさ中盤でもいろいろあるというところも含めて今日はちょっと洗いざらいちょっと話をさせてもらった。やっぱちゃんもほら使え フルで使ってかつアルファ 7S も使い次 S2 を使ってそれを体感してきてるからね実際この6300で夜は実はここまで取れていや俺もこの S2 どうしようかなと真剣に考えてだからこそこの2倍のジャンプの大事さっていうのはね いや今日ねすごいもうそういうオーラが出てるよくね分かりましたその大事さが「うん、そのロマン」っていうチャンネルじゃない、うん、チャンネルっていうのはカメラっていうのは実は後々響いてくると、うんうん、半年後1年後に。 実質本位での見返りがあった上での感じるロマンだったらいいんだけど投じるロマンっていうかお金だったらいいんだけどそこがちょっと本当にねあるんかなってまやかしのものであったらそれがねやっぱ一般企業の商売だからねギミックしてくるからさそこにコロッていっちゃって実は本当はこっちのカメラを使った方が よかった費用対効果っていうところその方が自分には良かったっていうさ、うん、そこ間違えちゃうとその人のさカメラライフっていうのがさ、うん、クオリティ下がっちゃうからそうですね、うん、だからまあドライにある意味ドライでそれ大事だねそう基本的に多分今 これがリリースされて世の中が多分これも素晴らしいって拍手してると思うんですよねもうすごいと思う逆にあのほら絶対手届かない方もいるじゃないですかっていうかいるじゃないですか大半じゃないですか普通いやまあそれはそんな7 0ディのねレンズ込みで100万だから欲しくてもう指をくわえて見てるしかないとかふんこんなもんみたいなねそんなふうに思ってる人も中にいるかもしれないそういうのもあってドライな意見っていうのもうん あったらいいいかかなっていう感じですかね,そうですねまあ本当はね、うん、お金持ち向けだから、うん、まあそんなドライ関係なく売れますよってもしかしてき企画が一人歩きしたのかもしれないけどでも今回、うん、その本当にその、うん、なんつうの映像をガチで作る努力をしている我々にとっては。はいはい 2倍ジャンプの重要性4倍ジャンプの重要性っていうねこのカメラを通してね非常にいい体験させてもらいましたねああだねうんそう間違いなく俺はもう本当に勉強になりましたその2倍っていう数字最低2倍ね最低2倍っていうのは2倍から見え始めてくるそうそうそこは冷静に自分を持ってなきゃいけないなとそうだね 最終的にアウトプットするんでしょあんたはってうん、うんね。だったら真面目に2倍を真摯に向き合わなきゃダメじゃないっていう冷静で見る自、ね、分が、うん、必要だとね。うん 思いました例えばその昨日の話じゃないけど0.09秒っていう AF のスピードが0.05秒になったとこれはまあ2分の1以下2分の1より悪いじゃないですか2倍改善されてないんでそこはじゃあまああんまり期待しんほうがいいかなとかね2倍でようやくかこう実感さが出てくるみたいなっていうのがあるんでそこはまあやっぱり思ってた方がいいかもしれないね。 自分のまあ、ね、あの行き過ぎなその欲望にこうリミットをかけるっていう、うん、そういう、まあ、ツールとしてね,ね頭にちょっと言うとこといいかもしれないね。うんうん、何せ高いまあ品物なんでね。そそううう それがやっぱ影響するからね結局いい映像を撮るっていうとこに対して逆に言うと厳しいかすると甘いわけじゃないまあお金で解決するよじゃなくてベストオブベストをやっぱ追求する姿勢がいい映像を作ると思うんだよねだからそこはやっぱりセーフティーリミッターの数字っていうののこの2倍っていうのは大事ですわこれそうですねうん まあうん結論としてはお金持ちの方はもう全然ウェルカムなんですけどまあそうそうそう言ったらいいんだけどまあスタイリッシュな中盤っていう意味では全然そうゆとりもある魅力はあるよね確かにこうルックスかっこいいよねそう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 いうターゲットにはこうドンピシャでトーンっていくでしょ「ん待ってたよ」みたいなね 結局思うんだけどさなんかやっぱりあのカメラっていうのは物欲の塊なんかなとそうある意味ね一つの側面としてねやっぱりその物体があるよねそういう側面ってね確かに今回武骨な感じのね 昔の従来ながらのあのなんか奥行きのでかいああいうねペンタックス 645D みたいなうんああいうものじゃなくてね完全にこうまあミラーレスっていう形でスタイリッシュなフォルムにこう刷新されたようなねうんそういうのにこう生まれ変わって初めてああこのスタイリッシュなボディだったら。 所有してみたいおまけにセンサーでかいんだから今までセンサーがでかいのが嫌いなんじゃなくてあのでかいなんかごつい武骨な感じのボディが外見、うん、ルックス的にやっぱりなんか手にしたくない、うん、街を歩きたくないこれでなんかねなんか恥ずかしいとかさそういうのがあって抵抗があったんだけど基本的にはボディがかっこよくなってコンパクトになって、うんうん、質感もよくなってってなれば所有したくなるもんなんですね。そそそうううう これだけこうあの周の人気がこう高まる期待度が高まるっていうのは結局そうだからまあカメラっていうのはある一つの側面としてはやっぱりまあ物欲そっちの面もあるんだなと。 うん、あとその写真とか映像で人をやっぱり感動させたりする素晴らしい道具の一つにもなるっていうさそうういのもあるしねすごく幅があるわねこれ。うん、そうで僕はその物体をしょ所有したいという物欲これは、うん、あんまりこうないし。 ないことはないんだけど、いやあのね、っちゃは結構ある方だと思う。ないことはないんだけど、あのもちろんねそういうの好きなんですよ。ただそれがあるがために、あの買い物の物事を決定すを左右させることはないですね。ああ、まりちゃんと修正するもんね。あのそっちの世界にドーンって行ったとしても、あちょっと待てよっていうちゃんと調整タイムがあるから、うんそう。 うん、うん、ちゃんと、うん、やっぱそれは作ろうっていう意思がそうさせるんじゃないの,その、うん、アウトプットするところが大事だから、うん、その,あの軍資金をアウトプットするための道具をやっぱり必要それ,それを買わなきゃいけないからっていう意識がやっぱどっかあるから、うんうん、その散財して終わりじゃなくて。<laughs> そうだね そこを最終的にアウトプットするところまで何とかしてやろうっていう気持ちがあるんでしょうね。そこだろうねだからまあいろんな新製品出てくるからさまあうん当気が気でないというかいろいろ揺れ動く部分はあるけどまあねちょっとコアな部分で自分の中のねそういう一つの尺度 ジャッジのそういう基準みたいなものはやっぱり一本捨てておきたいですね。うていうことを感じましたね。うねうん、いやこんなにねこのスチルーキーとしてのこういうもののね、うん、話をすると思う、まあ、最初なんか朗読でずっと通そうと思ったら、うん、途中から、うん、これどこからこのなんか意見 意見談義になったか、うん、ちょっと分数後で調べてサムネかどっかに、えー、説明欄かどっかに載っけますね、うん、最初序盤ずっとこう、うん、まあ棒読みで言ってたけど途中からこういうこ何,何十分何,何秒から、うん、この話になりますみたいな、うんうん、そうだね、うん、そうそう多分このスペックを読みたいように聞くだけでいい人であとなんか意見の交流聞きたい人、うんうん、いると思うんで。 うんうん、ちょっとでもマイナス要因が多かったね、うん、今日の話はやっぱりね。マイナスのあれが多かったわちょっと、あのー、そこの研究時間がちょっと長かったかもしれないけどね。うん うん、まあわかんない、あのさあ、うん、結局、うん、じゃあこの機種の何,を何がわかるのって話されるんで、まあ、ファーストインプレッションですよ、僕,の僕らのね<ー>素人のね,そうだね,ね。理論上で言うと、これ、倍になってないから、今までの経験上、スペックっていうのは倍に満たない場合は、多分実感差っていうのはそこまで多分ないんじゃないかなということを言ってるのね。 で価格がそれに対して倍に近い値段になってるんで、うんうん、だそんだけの投資価値が費用対効果が得られるのかっていうまあそういうまあ疑問を呈してるのね今回はね、うん、だけどこれがいろいろ実写のなんか上がってきてやっぱり全然違うとフルサイズの,あの従来の5000万画素機と比べてこんだけ違うとかねいろんなものが出てきたらそこはまたあのこの場で訂正しましょう。 うんそう別に僕はこの何も見ず知らずのこのカメラに対して何の感情もないしそれでもちょっと GH5 とかうんとか僕はちょっとあ明日手に入れなくちゃいけないカメラのこと考えなくちゃいけないんでとかっていうのがあってそれはまたちょっと話にしますそうですねそういうことがあってねちょっと今日はねこの話でずっとこれ2時間はい 31分も喋ってよく喋ったねこの何この中盤カメラ見ず知らずの中盤カメラをさテーマにしてさおおそうだねよくこんだけの時間喋ったよね基本的にはだってこの中盤カメラの話しかしてないでしょそうそこがあのもう根っこだから根っこだからねそうそううんまあ最初のさ30分40分はもうなんか建前的にずっと言ったけどさ 途中からはいいろろこう出てきたねどどどどんんんんん後になればなるほどいろいろこう出てくるねやっぱりね意見的な部分がそうだね僕はそのやっぱり意見的な部分が聞きたいし発信したいしって思ってるんだけど生々しいとこねフラットにところじゃなくフラットなとこじゃなくてねうんそうまああの今日はまあ一発目っていうことでいろいろちょっとあの なんていうの進め方でご容赦いただきたいところあるんだけどまあ気が向いた時に今日はこの機種今日はこの機種ってまずそのなんか朗読から始まってあとからこういう意見が入ってくるみたいなねでもね今回ね思ったけどその他の機会をこういうふうにやっぱちゃんと勉強して観察することによって学べる。あああそそうだねねれはる こうしようかんかさ最近僕アドリブ感がんかすごく心地よくて今回は宮下さんにねパッと振って何の棋種がいいっつってパッとアドリブで答えてもらってその棋種を掘り下げていきましたと今度は事前にーク前に今日は例えばこの棋種やりましょうかと事前にちゃんとある程度予習した上で。 こののトークせるっていうねそういう形でやったらまあよりんか充実かもしれないね。面白いねこの画素ピッチをちゃんと調べてセンサーを調べてとかそのカメラの特徴をちゃんと比較してどういうこれはカメラとしてすごいいいのかっていうことが分かるっていう意味ではじっくりさ。ううんん そ,そういうカメラのことをじっくり勉強するっていうことは、うん、いいかもねそうですね、うん、はいそういうことをやっていきましょう、うん、はいわ、うん、かりましたまあほんと長くね今日もトークしてしまいましたけども、うん、まあまだ開始した方が早かったからよかったけどね <laughs> そうだね、はい、今から風呂入ったりしなかったんでまあ、うん、こんなところでっていうことで <laughs> 勉強になりましたいやまあうん ちょっとそういう未知のね、うんえー、そういうカメラスチールカメラ動画とかあんま関係ないような話でねちょっと申し訳ないですけど、うん、動画の、うんはい、あれを楽しみにしてた方はね、うんうん、ちょっと動画に関わるような機材も取り上げていきますんではい、はい、ということで本日は以上になります、はい、皆さんありがとうございましたありがとうございましたはいそれじゃ失礼します、はいはい、失礼します